こんにゃいでーす。聞こえてるかな。ということで、今日もゼノブレイドを続きやっていきたいと思います。いやー、あのね、かなり気にストーリーが気になるところで途切れてるので、すごくすごく気になるところなんですけど、あと忘れてたけど、私なんかこの前勝てなかったネームドのやつ倒すところからやろうっつってたけど、普通に忘れてぶっ倒しちゃったので、その手前から、普通にストーリーが進む手前からやっていきたいと思います。普通に忘れとった、すまん。あとそうだ。あれ切らなきゃ。ゲーム設定、オフ。はい。で、今回は、みんなの衣装を、ちょっと初期、コロニースタイルに変えてきたんです。ちょっとフィオルンがね、できる、フィオルンが着せ替えできるようになってて、ちょっとなんか、他の人はちょっとコロニースタイルで、久々にこの感じ見たいなと思ったので、コロニースタイルにしました。で、フィオルンが、フィオルンはね、そのコロニースタイルとかそういう感じとかないんですけど、ちょっとね、エッチな感じになったので、ちょっとこっちに変えときました。変えときました。こっちに変えときました。で、ダンバンさんはいつものこの感じでね。で、カルナ。ラインってこんなんだったっけ？さ、なんだろう。シルクはさ、こんなんだったわーって思ったんだけどさ、ラインってこんなんだったっけ感がすごいんだけど、こんなんだったっけラインって。すげー忘れてるんだけど、こんなんやったっけラインって。俺全然覚えてないな。で、リキがね、コロニースタイルだとこういう感じで可愛くなるんですよね。あ、ラインのデフォはミドルスタイルなんだ。じゃあ違えんだ。お前、やっぱこれじゃなかったんか。これじゃなかった気がすると思ったら、これじゃなかったんだ。ミドルスタイルってどんなんや？え、ミドルスタイル？あ、前やってたやつか。前やってたやつがデフォか、じゃあ。なるほどね。で、これが、リキです。リキ、それからメリア。こんな感じでやっていきたいと思います。はい。ラインが角の色になってるの、エモ。エモを見出してる。まあ、とりあえずやっていきましょうか。すごい気になる突数だったんだよね。なんか、いろいろ鬼神界側の考えがわかるようになってきて。でもそうなってくると、ザンザ、な最初に鬼神対巨神が始まったきっかけは、そもそもザンザが先に手を出したっていう話になってて。でもそのなんでザンザが先に手を出したのかっていうのが、鬼神界側を襲ったのかっていうのがちょっとまだ分かってない状況なんだけど、まあ、とりあえず鬼神側は、普通に襲ってきたんじゃなくて、復讐してきているだけだったというところで、終わったところですね。ちょっとザンザがマジで分かんないんだよな。ここのクエストは多分、出てるやつは全部終わらせました。わかるところはわかったんだけど、わからないところがわからなさすぎてちょっと怖いなっていう感じですかね。で、なんだろうな、ザンザ、今シルクと鬼神対巨神っていうでかい枠組みで見たら、まあ、シルクはもちろん巨神側なんだけど、でも、なんていうんだ、ザンザとシルクの考えがそもそも一致しているのかっていうのはわからなくって、もしかしたらザンザたち、下手したらシルクとザンザの、考え方が違っていた場合にそこが敵対する可能性もあるんじゃないかとちょっと踏んでるんですよね。で、まあ、ザンザ勢力と、まあ、巨神界を守りたいシルクたち、そして鬼神界の人たちっていう感じで、だから言ったら鬼神界も今二つに分かれてるじゃん。エゲルに賛成できてない人たちとエゲルと、二つに分かれてるか、もしかしたら巨神側も二つに分かれる可能性はあるんじゃないかというあれもあるんですよね。ちょっと分からんな、そこら辺が。そう、シルク対エギル対ザンザ的な感じ、そうそういう感じになる可能性もあるんじゃないかなと、ちょっと思ったんだよな。そう、エギル以外のね、マシーナの人たちが本当にいい人たちだらけなんだよな。第二居住区。ここら辺の奴らはもう雑魚助けなので掘っていきましょう。そうだね、メイナス様も、
どっちかっていうともう今エギルを止めてほしいっていうところになってるが、まあ、みんなどっちかって言ったら争いを求めてないんだよな。でかい鬼神対巨神っていうくくりじゃもうなくなってるところはある。だからとりあえず平和な方向に持っていこうよっていう形として今エギルがちょっとその考え方には賛同できないから、ちょっと今エギルには消えてもらうしかねえみたいな感じにちょっとなってるけど、でもシルクは話し合いでエギルもこっちに引き込めるんじゃないかって。そうなってきた時にザンザの狙いが分かんないけど、ザンザがまた別の考えで鬼神界側に手を出してるんだとしたらまた話が変わってくるんだけど、ザンザが分かんないからなんともな。ちょっと量産型フェイスを倒しとくか。頑張ろう。よいしょ。うん、そう、エギルも昔は他のマシーナの人たちみたいだったのかもしんないね。で、なんかあったじゃん。ちょうどその前の話に、そもそも、なんか争うのは恐怖だから、手を出された人が、方の人が、恐怖で逆に手を挙げるようになっているんだとしたら、そんな悲しい連鎖は、立ちたいみたいな話をシルクたちがしてたと思うんだけど、まさにエギルがそれなんじゃないかっていう。お、ゲーモン小さい。はい。というあれ。なんかエギルも、もう二度と、まあ多分そうだね、もう二度と鬼神界を壊されたくないっていう恐怖心からそういうことをしているとは思うんだけど、それは確かに悲しい連鎖ではあるから、それを断ちたいっていうのがシルク。それを争いではなく、話し合いでなんとかできないんじゃないかっていうところではあるんだよな。そう、復讐、最初の目的がね、復讐だったっていうのがシルクと重なるところがある。もしかしたら、シルクも、仲間たちがいなかったら、エギルになって、エギルみたいになってた可能性もある。からな。怖いなぁ。まあ、どういう展開になるのかな。そうだね。不安の取り除き方の違いだね。シルクも一歩間違えたらマジでエギルになりそうなところはあったしな。お。そう、相手が何を考えているかって争う上で大事だな、確かに。そう、エギルも多分大切なものをアホほどなくしてるとは。おぉ、ホームラン。誰？今の攻撃は。これ誰？あれ？ガードだー。またビジョンを見ずに今の攻撃を。そうだよね、最近ビジョン見ないよな、シルク。ここまで強力猛などを発生させられるとはね。なんだ貴様は危険な存在だ。ガードだよ、ガードのキーは。私たちが争う必要なんてないわ。そうだよ、ガード、頼む、目覚ましてくれ。あいつは完全にエギルの支配下に置かれている。バレアがそう言ってたじゃねえか。それをラインが言う悲しさ。私は信じない。つれえ。ガード、私の声に答えて。いや、そうなんだ、それ信じたくないよ。目の前にいるんだもん。目の前にいた。あ、そっか、エギルの支配下か、それはしょうがないですねで終われる話じゃないもんな。あー、ちょっとパーティー変えるか。じゃあ今回もガードが出てきたのでラインカルナシルクで行きますか。そう、そしてフィオルが思い出したっていう実例がねあるから、なんともね。やるな、はい、やるな。68レベルか、結構高えな。やるな、やるな。あれ、これエンチャントいる？あ、いらんか。よいしょ。これ硬くない？硬くない？あれ、待って、カルナどこだ。カルナ、カルナが気絶してる。助ける。はい、おはよう。うん、はい、やるな。ボットになるな、ガード。よくと連携すっか。じゃあ連携、横から、あー、ソードパイル赤でつなげつつ、あー、つながんなかった。いいよ、ちょっとずつ削っていこう。はい、すごいダメージ受けてる。あ、何？あ、なんだ、イベントだ。てめえは恋人を手にかけるのかよ。あ、結婚の約束もしたんじゃなかったのか。ない、知らんな。
知ったところで俺は変わらん。うわ嘘よ。あなたは私やジュジュをいつも守ってくれていた。ラインが言うんだな。あなたはこんなことをする人じゃない。知らんと言った。俺はエギル様の悲願を果たすためこの鉄の体を授かったのだからな。やめ、覚ましてほしい。できれば心地いいぞこの体は。全てが精密に動く。何の淀みもきしみもなく、体も心さえも。軽な辛いだろうな。強がってんじゃねえ。ああ。よんだって元に戻ったんだ。いや、ラインが一番声かけるんだな。どっかで痛がってるはずだ。ライン、お前。なら本気でとどめさせてみろよ、カルナによ。さっきから当たってねえじゃねえか。ああ、そうなんだ。自慢じゃなかったのか、射撃が。ああ、ガドが抗ってるんだ。じゃあ、ポンコツボディの中に入ってなまっちまったってか。そうなんだ。減らず口が。ああ。また戦闘入るんかと思ったら、あっ。おお、いや、当たんないのか。やろう、こっちは本気になれねえってのに。いや、そうだよな、本気になれないよな。さすがはコロニー6のガードだけど、カルナに対しては攻撃の手がブレている。あ、やっぱガードが抗ってるんだ。心の中にいるガードが完全に消えてないんだ。私がそうであったように彼の記憶もきっと。ガード、私が分からないの。頼む、気づいてくれ。砕け散れ巨神界の生命。我らのエンサの叫びを聞きながら。どうした、スルク、何？モナドはまだ出せる。あ、フィオル、いや、君は。ヴィーナス様、たとえ肉体のほとんどを失っていたとしても人であった時の心は消えない。あ、完全には消えないんだ。やっぱりあのフェイスにはまだそれが残っているわ。本当に、本当に、ええ、本当に。あなたに対する動きでわかるの。あ、そうだよな、当たんないんだもんね。わずかに残っている彼の心はためらっている。くーっ、本当つらい。私はフェイスを制御してレイリーの呪縛を解きます。本当に、本当に、メイナス様、その時間を作ってくれる。任せてください。あ、やってみるよ。頑張る、頑張る。フィオルを援護する。うん、行くよ。いや、これはちゃんと時間作ってあげよう。え、これまた戦闘かな。また戦闘か。あ、また、なんで回復しとんねん、アホか。くそ、ずるすんだ。話しとる間に回復しとんちゃうぞ。くそ、自然回復しやがった。くそ、くそ、くそ、また、あんま入んなくない。めっちゃカルナがダメージ受けてんだけど。めちゃめちゃカルナダメージ受けとる。はい、ベー、はい、貴様の命、狙い撃つ。待って待って待って、え、なんで当たんない、ここ。あ、え、あ、他の敵がおるんだ。ザコ召喚しとる。リニアレーザー、それはちょっと困るんで。待って待って、どうしよう、ザコから倒すか。オッケーオッケー、いいよ、こいつから倒そう。じゃあ、はいはい、大丈夫だよ。こいつ倒したい、こいつから倒したい。え、こいつほっといた方がいいのかな。ザコ多くない。あ、ガード、ガードもやっとこう。おお、またか、リニアレーズめっちゃライン狙うやん。あ、まあそうか、ヘイト取ってるからか。オッケーオッケー、分かった分かった分かった、ヘイト取ってるからだね。はい、やるな。やるな。ちょっとやっとくか。はい、あ、カルナのテンション上がってるのいいね。はい、ソードパイル、はい、はい、うーん、モナード溜まってないのつらい。はい、やるな。俺の番だな。はい、
うん、やることが、あー回復しとくか、これは。うん、回復しとこう。ヒールバレットでいいか。はい。あ、まだ続く？あ、本当に？はい。まだめっちゃ続く？なんでここに来て？はい。めっちゃ続く。ナイス。めっちゃ続く。オッケー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 。いいよ。やるな言ってる。こけながらやるな言うとる。余裕やなお前。やるな。はい。いけるいけるいける。削れてる削れてる。よいしょ。はい、オッケー、いいよ。またまたやん、またラインやん。ラインなんダメージ受けるの？ 3295。 アーマーやっとくか。はい、アーマーやってパリンパリンしといて、横から打ってめっちゃ砕けてる、めっちゃ砕けてる。ライ、はい、やるな、やるな。あ、これね、はい、いくぞ。後ろからバック、ソードファイル。はい、うん、また溜まってないけど、また赤。まあまあいい、オッケーオッケーオッケー。決まったね。オッケー、いけるいけるいける、勝てるいける、勝てる、ナイス。よし、おー、これでなんとかガド目覚ましてくれ。頼む頼む、お願い。どうだガド、ガド。フィオル、さっきの君は？メイナス様やろ。彼もう大丈夫。本当？本当？本当に？あ、ガド！ガド！あ、ラインの表情。うわ、今の詰まってたな。すまない。あ、よかった。ガルナ。本当に？あ、ガド。俺はいいの。もういいのよ。よかった。戻ってきてくれただけで。エギルの支配下にいた時、ちゃんと会話できてる。分かったことがある。エギルは悲しみの連鎖を断ち切りたいと願っていた。あ、一緒なんだな。やっぱり多くの血が流れようと、その先に新しい世界が訪れるはずだと。変えるためには犠牲が必要だって思ってるのか。だが、その目的はいつしか変わってしまった。あ、変わっちゃってるのか。やつは単なる復讐者だ。エギル、行け、行くんだカルナ。いやいやいや、置いてけんだ。二度と俺たちのような人間を生み出しちゃいけない。あ、すぐ戻ってくるからね。ごめんなさい。いや、カルナはついといていいよ。ライユ、あ、ライユ、喉乾いてるだろ、飲めよ。すま、死ぬんじゃねえぞ。お前いい男だな。その体見てやるからよ。ホームスのお前がか。とても医者には見えんがな。カルナに見てもらおうが。確かにあれだな。腕のいい医者知ってるんだ。マシーナのだけどな。ああ、待ってるよ。ライン、お前名前は？ラインだ。そうか、ライン。カルナを頼む。託されるのかよ、ガドに。いや、行きたくないよな、カルナ。いや、ラインめっちゃかっこいいやんか。そうか、めっちゃ今のやりとりかっこいい。
あー戦ってる。あこれ連合軍か。めちゃめちゃいいシーンだった。あ見てる。予言官殿。見てるのか。嫌な予感がします。ビジョンか。本当か。いえですが何かがおかしい。ビジョンじゃない。鬼神兵、攻めるでもなく守るでもなく、まるで最初からこの戦い捨てているかのように。はぁ、バカな。ここは奴らの要衝だ。なるほどね。捨てるなどありえない。本国に秘めたる戦力でもあれば別だが。じゃあそうなんじゃない。秘めたる戦力、本国に秘めたる戦力があるんじゃないのか。じゃあ殿下、シルクたちが心配です。ハウレスを一気おかし願いたい。心配なのか。行くというのか。しかし何故。ビジョンではありません。ありませんが、私の勘が告げているのです。鬼神が目覚めようとしていることを。鬼神が目覚めようとしているか。あーえ、でも鬼神ってメイナス。え、ピオルがファイナルクロスなるものを習得した。わかんねー。あストリームエッジボーンアッパー、あー上がった上がった、いいじゃん。ストリームエッジ上げるか。で、フィオルンが何覚えたって？どれだ？ファイナルクロスアタック！キョールの最終ケースを解放して、こう得てるほど敵を一掃する！強え！でもリキャストタイム3分もある。待てよ。他に削るもん。上下に交差した牙で押す崩し、これ強いんだよな。殴りつけて眠らせるのシンプルさでいつも笑っちゃうんだよな。これ何にしよっかな。リキャストやばいな。あ、超ハイテンション限定なんだ。あ、チェーンで使えるね。なるほどね。敵の背面から撃つことで高い転倒状態。あー、どれにしよっかな。交差させた剣を一刀のもと、どれにしようかな。ヒールバリア、クロスインパクト。むっちゃむずい。あ、スピードシフトもつけた方がいい。あ、これめっちゃいいじゃん。おっす、気絶。これ、転倒状態。転倒、シャットダウンいらん。シャットダウンどれだ。これか。殴りつけて眠らせるのいらんか。じゃあこれスピードシフトに変えて、ファイナルクロスアタック入れて、エアファング、ヒールバリアがいらん。あーそっか、これ両方ともオーラか。じゃあこっち削るか。でファイナルクロスアタック上げて、スピードシフトも上げよう。めっちゃ余ってきたな、所持 AP が。メイナス神殿回路。なんだろう、なんかファイナルクロスアタックって言いたくなる。サンダークロス、あれ、あれサンダークロスハリケーンだっけ、なんだっけ、なんかアタックつけたくなっちゃうんだよな。あ、拾って幸福の羽。おお、すげえ。あ、サンダークロススプリットアタック、それサンダークロススプリットアタック。バーネアか。今まで何をしていた。ちょっとシルクたちと。なぜそうまでして巨神を倒そうとするの。巨神を倒そうとするのはまだわかるけど、あの戦いにも生き残ったのよ。巨神の元にいる人たちを巻き込んでるのかな。新天地を求めてもよかった。いえ、今からだって。モナドの輝きに焼かれた者たちの怨念、それは永遠に言えることはない。モナドに対する憎しみがすごいのか。生きている者の方が。いえ、ヘギル、私はあなたに生きていてほしいの。妹だもんな。
あなたはまるで死に場所を探しているとしか。あ、なんか生き急いでる感じがするのかな。今の私にはどうでもよい。目が死んでるもんな、エギル。この耳に残る同胞たちの苦悶のうめき、これを消すまでそれ以外の言葉は聞こえぬ。取り憑かれちゃったか、復讐に。ついにここまで来たか。ああ、普通に話してくれんだ。モナドの継承者よ。来ました、こんにちは。話し合いでちょっとなんとかできるところあるんじゃないかなと私は踏んでるんですけど、どうですかね。エギル、いかにも。そうか、我がフェイスヤルダバオト。あれ、ヤルダバオト言うかっこいいな。これが初めてか。そうですね。たとえ好み一つだとしても、貴様などに遅れを取ることはありえないぞ。え、肉弾戦すんの？ここで。ちょっと待って、僕は戦うために来たんじゃない。そう、話し合いをしたいんだよ。違うんだよエギル。ならばモナドを差し出して膝をつくがよ。エギル、違うのよ。あなたに下るために来たわけでもない。ただ僕は知りたいんです。ほう、一興だ。通ってみるわ。意外と冷静だな、エギル。この鬼神界帝都で僕はマシーナの伝承を見た。あなたが巨神と戦う気持ちは分かったと思う。そうだね、すごい分かったと思う。だけどなぜ鬼神兵に巨神界に生きる者たちを襲わせるんだ。そう、そこだよな、そこがな。何がおかしい。僕たちだってこの世界に生きる命だ。ハイエンターやノポンとそうしてきたように、マシーナとだって手を取り合えるはず。小僧、兵糧攻めという戦術を知っているか。それはもちろん。もちろん知ってるが。補給線を断ち、籠城する敵を食料不足に陥らせる戦術だ。ラインのための解説入った。ならばそれが確実な勝利への手段であることがわかるはずだ。私は巨神界に生きる者。どういうこと？恨みも憎しみも持ってはいない。戦術としてやってるってこと？同胞の命を奪った炎敵、巨神の打倒のため、その力を削いでいるだけのこと。巨神の食べ物は人間っていうことになるけど、それだったら。まだ分からんか。どういうこと？巨神界のすべての生命。え？巨神が己の餌として育て上げたものよ。え？この世界に存在する。ああ、そうだね、エーテル。根源元素、エーテル。ああ。私の体もお前たちの体も、そのエーテルが元となっていることを知っている。エーテルとは力。お前たちはその力の源。巨神から生まれた命はやがて死ぬ。ああ、そういうことか。そのムクロは巨神へと帰る。あ、それはまあ自然な流れだけど。我が鬼神とは異なり、巨神はその帰った生命の持つエーテルを糧として存在しているのだ。やがて目覚めの瞬間にはより大量の命を必要とする。あ、そんな。そういえばそうか、巨神に返すっていう言い方してたもんな。お前たちをそのように生み出したのは巨神だ、私ではない。鬼神。そっか、鬼神はそうか、死なないもん、そもそもあんまり長いから。巨神の力を弱めるため。いかにも、貴様らは打倒すべき敵に加える。それはちょっと違うんじゃないかな。手を取り合えるなどと思い上がるな。そこが違うよな。あなたが巨神に奪われたマシーナの命を悲しむように。マシーナ、まあ、下等のものだと思ってるってことだから、そこが食い違ってんだな。苦しくなる。なるほどな。気持ちのどこが違うって言うんだ。なるほど。何も違わない。確かに。それはわかるんだ。だったら。なぜお前は私に問答を挑む？なんでレスバしようとするんだってこと？私は同胞の仇を討つために己のすべてをかけてきた。でもお前はぶられてるで、鬼神界側でも。決まってる。だから今日まで戦い抜いてきたんだ。ならば私を撃つがよい。いや、話し合いはダメですか？分かり合えないですか？ただ力のみがそれをなす。まあ無理か、過当だと思われてるんだったら。ムカッパラは立つが、こいつの言う通りだ。話にはならんか。神界名手エギル、マシーナの命も
巨神界に生きる全ての命もみんな同じなんだ。それをあなたに分からせてみせる。なるほど、戦うのか結局無理か。まあそうだよな、ここで話し合いできるんだったらそんな簡単なことはないよな。やっぱここで同等であるぞと、マウントを取れればいいわ、マウントポジションを取れればいいんでしょ。要は拳だよな、拳で語り合えばいいんだよな。はいはいはい、バックスラッシュ結構入るぞ。おら、あ、痛い痛い、こっち見ないで、こっち見ないで、こっち見ないで、変態。これが本当の力だ。はいはい、いいぞ。いやーでも難しい話だ。だから巨神がそのだから言ったら私たちが家畜を育ててご飯として食べるのと同じように、だからザンザがそういうことをしてるってことだよね。だからなんていうか、私たちを土に帰るっていう概念とはまた違って、完全になんていうんだろうな、あのザンザの完全にザンザの養分になるのがまずいっていう話なんだよな。今あ間違えた、このままじゃ。待って待って、今何にもできない。はい、なんか当たんねえな、当たんねえ。あ、ありがとう。まだ心が折れちゃいない。よこうよこう、あ、溜まった溜まった溜まった、いけー。よし、バックスラッシュ打っといて、はい、あーテンション下がってたんか。これで赤つながれ、はい、でバスター、ほらすげえ火力出た、ナイス。アポクリファの影響下でなぜここまで。へえ、分かるはずだ、あなたになら。どうだ、分かり合えないか、分からないか。同胞を守ろうとする意志の力とでも言うのか。そういう力があるって分からんか。お前も同じか。マシーナもそうでしょ。巨神界の者に組みし私を撃つのか、自らの生存の権利すら捨てて。そうよ、それが私たちの運命なら喜んで受け入れるわ。バネア、それは里の者たちも同じ。そうなんだよ、生き残ったわずかな同胞ですら私を裏切った。裏切ったとかじゃないんだよ、生きる。違うわ、里の者たちも私も戦いを止めたかっただけ。そうなんだよ、エギル、あなたと平穏で安らかな日々を送りたかった。そうなんだよ、ただそれだけなのよ。よまいごと、巨神滅せずして我らに平穏は訪れる。そうだよね、完全に不安になる。あれを断ちたいっていうのは分かるけどこの刃あと一歩届かなかったようだ。ああ出た、金色の騎士兵フェイスだ。先の小虫呼ばわり、詫びるとしよう。様は私の全力を向けるにふさわしい。ああ認めてはくれるか。シュルクよ、ここでぶっ潰そうってことか。これが72レベル、なるほどね。あ、一度ダメージちゃんと通るけど、アーツ封印きつー、アーツ封印きつー。あ、この間にモナドアーツ、ちょ待って、テンション下がってない誰か。はい、おはよう。はい、アーツ封印解けた。待って、みんなめっちゃテンション下がっとる。みんなみんな元気出して、あげます、励ます舞台になってる私が。ちょ、みんなちゃんと自分でテンション上げてくれ。ギャルダマウントって北欧神話の名前なんだ。あ、ちょっと待って、じゃあ後ろ取ってから、はい、行くぞ。え、何、おらおら、
カルダ やばい、ライン死にそう、ライン死にそう。つながら、つながった。あ、しょうがない、途切れたけどしょうがない。はい、空のハンマービート。はい、グノーシス主義だから北欧神話とは違う。おお、何あ、イベントか。さあ滅ぶがよい。なんかめっちゃやられてるから出てるけど、結構いい勝負してたぞ。おい、ザンザよ、ザンザ、ザンザ。あ、シュルクを殺させはしない。あ、ヒオル、え、もうダメだって。嘘、ちょっと待ってよ。え、その光、あ、これファイナル。やはりそうか、思い違いであればどんなに良かったか。メイナス様、そうまでして身を挺してまで私の願いに異を唱えるのですか。メイナスだって気づいたんだ。我らと共にあるとおっしゃったあなたが。違うんだよ、生きる、気づいてくれ、頼む。そうよ、メイナスも里の人たちもみんなあなたを愛していた。過去形だからこそ共に生きていきたいと願っていた。そうだよ、私にはわかる。メイナスと共にある私には。私は待ったのだ、あなたが再び目覚め光に満ちた世界を作り上げる日を。あ、なのにあなたは裏切るのか。私を、あなたをたたえ敬い、そして死んでいった同胞を。いや、エギルの気持ちもわからんでもないのよ。聞こえない、もう何も聞こえぬ。あなたはやはり我らが縁敵の剣の目、所詮神と人とは相入れぬ存在なのだ、メイナ。エギル、いや、そうだよな、もう分かってても後戻りできないところまで来ちゃってるんだよな、エギルは。もうごめんなさいして、じゃあ一緒に生きていこうって言えるところじゃなくなっちゃってるんだよな、エギル。神よ、メイナスの代わりにこの我が身を。あー、鬼神とお前が一緒になるの。お前の新たな魂として捧げる。そういうことか、それが最終手段ってことか。今こそ蘇れ。あー、メイナスじゃなくてお前自身が鬼神になるのか。そう、ザンザがいる限り平穏は訪れないっていうのはわかるけど、その途中の手段として仲間たちもやっちゃってるところがな。言ってることは最終的な目的はすごいわかるんだけど、この帝都全体が消えてしまう。手段が良くなかった。シュルク、逃げるってどこへ。とにかくこの帝都の外へ。できるだけ遠くへ。アルビースはこれをなんとなく勘で読み取ってヤバいっていうのを予見してたのか。ガドン、どこへ行ったの。ガドンは、ガドン、何やってるカルナ。ガドンは、ガドがいないのよ。せっかく助けたのに。今は自分のことだけ考えろ。いや、でもガドンが。ガドンはどこ。ガドン、あ、しっかりしろ。今俺たちがしなきゃならないことを考えろ。鬼神が動き出したら巨神界はどうなる。でもジュジュやオダマのじいさんたちはどうなる。ガドだってホムスの戦士だ。あいつはあいつにできることをするためにここを離れたに違いない。ライユだろ。ライ、かっけー。よし、行くぞ。もうこんなライユ好きになるやん。これをラインが言う辛さよ。あ、シュルク、かっけー。そうだね。おお、カド、あ、カド、間に合って、カド、よかった。カド、あんた
やでもこれは覚悟済みだったよな。ライリ頼んだぞって言ったのってあの一瞬だけのことじゃないよな多分ガド的には。いやーつらー嘘だー。希望が見えたのにまた落とされた。まあ確かに言葉交わせたのだけでもいいのかな。つれーよー。兆し、兆し、はい。もし何らかの行事が起こるとすれば必ずその兆しがあるはずです。あ、なるほど。それがその兆し。全軍に通達。行事って多分騎士があれだよね。巨神ワンブまで交代させる。あ、そうだね。みんな一回撤退してくれ。急ぎ戦線から離脱せよ。頼む。なんと応戦になられました。今が勝機です。いやダメダメダメ。一気火星に攻め込んで。ダメなのよ今行っちゃう。我々が今いる場所はどこか。ここは鬼神の剣の上なのだぞ。なるほどね。鬼神が目覚めた時に一番被害を受けるんだ。しずまれじゃもん。しずまれじゃ。いやちょっとダメ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 。みんな撤退してくれ頼む。始まったというか。メリア無事でいてくれ。戦術徹底だ。急げ。頼む。神が目覚めるぞ。クライマックスかね。あ、デスソンさん。しくじりやがったか。ああ、すまん。あ、まあ、確かにシルクがしくじったとも言えるか。確かに交渉はしくじったな。これは何これ。なんかラインめちゃめちゃカルナのことかばっている。何これ。フィオルン、フィオルンの力か。これフィオルンっていうかメイナス様の力なのかな。お目覚めになられたのですね。この光完全に目覚めたの。メイナス様も要塞から落ちた僕たちを救ってくれたのも君、いやあなたが。フィオルンは大丈夫、私もいるわ。すごい、人格が2つある。あなたが守ってほしいという。すげえ。ホムスの青年の叫びが要塞の戦いで疲弊していた私の魂を呼び覚ましてくれたのです。カド彼が盾になってくれなければあなた方を救えなかった。すみません。いいんだよ。俺たちはガドに畜生。カツラ鬼神はエギルはもう完全に目覚めちゃったのかな。動き始めた。シルクよ。はい。聞こえるか。あ、めっちゃよく聞こえます。鬼神の目覚めの音が聞こえる。これこそが我の悲願、幾千年にわたる同族の怨嗟の声だ。鬼神の腕が動き始めたか。でもこれ鬼神に対抗するためには巨神目覚めさせなきゃみたいな話になってきちゃうんじゃないの。また同じことの繰り返しやで。そしたらどうするのこれ。小虫ども、やめろ。剣の上にはまだカリアンさんたちが仲間がいるんだぞ。やめろ。それは相手からしたらもう関係ない話ではあるけどよ。マシーナ、ワイ共に行きたいって言ってくれてたマシーナはどうなっとんねん。それ畜生、あの野郎分かっていてわざと。おだまさん、おだまさん大丈夫かな。フィオルン、ごめん、これ以上は。フィオルン、これはまさか、まさかアルビス。まさかここは誰。
違った間に合ったようだな。アルビース、あ、アルビースや、アルビース。マシーナの飛行機械、ジャンクスの上さ。ジャンクスって飛ぶの？その人が、あなた方が危ないって教えてくれたのよ。よかったわ、間に合って。なるほど、ありがとう、アルビース。おやお、あ、やった、生きてたかよ。リクソンさん、生きてて、よかったよかった。いや、兄ちゃんが生きてるのもわかる。ただ、防衛隊長とか、みんな、オダマさんとか大丈夫かな？あ、みんな一旦帰ってきた。撤退はできたんかな？騎士は今も暴れ回ってんのか？そう。エギルは止められなかったのね。止めれなかった。父様、すみません。私の力が足りなかった。いやー、もうバネアのせいとかじゃないと思うな、これは。あなたが謝ることではないわ。しかしどうするよ。このままだとエギルの野郎は確実に俺たちの巨神界をぶっ壊そうとするぜ。そうだよね。アルビス、連合軍の人たちはみんな連絡とかは。彼の殿下には鬼神が動き出す可能性があることは伝えてきた。予兆で、教授の予兆で。被害は最小限に抑えてくれているはずだけど。そうか、兄様。まだ間に合います。あ、ベイダー様。フィオル、いや違うのか。声で判別せえ、シュルク。そういうことか。なんだ、鬼神は私と一体。今のアルビエスとディクソンさんの姿勢何？それをエギルは巨神から吸い出したエーテルエネルギーで無理やり動かそうとしています。はあ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 。エーテルエネルギーが鬼神に完全に馴染むまで今しばらくかかるでしょう。その視線の動きやめろ、カメラ。鬼神の要、制御中枢があります。エギルはそこで鬼神を制御しているはず。ああ、なるほどね。そこさえ破壊できれば鬼神は止まります。その中に入って破壊できるの？帝都からじゃまたあの光線にやられちまう。いけるもんなの？また父様、ジャンクスの残存エネルギーは。いけますか？心配ない、満タンにしといたわ。さすが父ちゃん。鬼神の背部は巨大な冷却ダクトになっています。背部？人の大きさならそこを伝う熱伝達パイプから制御中枢区画へと入れる。そんなうまいこといくの？このジャンクスが運びます。いける？そいつはありがたい。もっとも一刻の猶予もないかな。そうだよね。ならいそうぜ。ガドの弔いが。アライが言ってくれたな。それをなら、いいかな。ガドの思いは私と共にある。もう二度と引きはしないわ。カルナ大丈夫かな。めっちゃ見るじゃん。めっちゃ見るやん、このここ。ディクソンさん。なるほどな、そんなところに隠してあったか。ならそろそろやっちまうかい。なに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 、なに、なんやその視線。レイナ、フィオルンが胸につけてるあれ、何かを狙ってるのか。鬼神背部に向かう準備ができたら父様に伝えてください。私も飛行準備に取り掛かります。わかりました。おい見ろよ、あれは。わかんねえ。あー、動いてる。時間はあまり残されていないようです。あー、今度こそエギルを止めなければ。そうだな。お願いします、シュルク。はい。わかんねえ。ゲスト二人怖え。アルビースとディクソンさん来てくれた時嬉しかったのにな。やっぱり お前ら対ザンザ、チームザンザ。わからん。どういうことだ。わかんない。ザンザとアルビースが繋がってそうだったのもあるしな。わかんないな。
ザンザとシルクが相入れないっていう、相入れなさそうっていうのは多分わかんない。ザンザの手を挙げた理由によるんだけど、そこがわかんねえから何とも言えねえ。わからん。わかんねえな。はい、ボルテックと私の付き合いはおよそ300年くらい、すげえ。知り合って間もない、本当に日本の歴史相当遡るで300年って江戸時代やで、ね、ですが彼は信頼できる同僚、共に働く中で学ぶことが多い。そうなんや。おお、え、なんかめちゃめちゃ念入りにされるけど、まあ向かうか。300年でも短い付き合いなのか。なんということだ、ついに動き出してしまった。に逃げてる。話すなよ。絶対に話すなよ。いや、よかったよかった。もし話したら腹筋2万回追加だからな。よしよしよし、ヒゲ隊長生きてる。よかったよかったよかった。ヒゲ隊長は生きてる。小玉さんたちとは無事だったのかな。まあ、あんな簡単に殺さんよな、小玉さんみたいな。あれを振りかな振りかな、どっか乗せてやれよ。確かに近く寄ると危ないかもしんないし。いやー、クライマックス感出てる。あ、あー、フィオルンと、フィオルンかな、これフィオルンだな、フィオルンだ。アネアか。バネアさん、ごめんなさい。何が。メーナス様の思いを遂げるには あなたの体を借りるしかなかった。はいはいはい。なのにそれに関して引け目を感じてるのか。私こうしてまたシルクたちと会えたんだもの。今メーナス様は呼びましょうか。私に気を使ってくれてるのか、普段は眠っているみたいな。そんなにコントロールできるようになったんだ。これって不思議な感覚。うん。一つの体に二つの心、こういう体験ってなかなかできないですよね。それはそう、それはそうよ、もちろん。そう、それならいいの。心を覗けるっていうのかな、お互いの考えていることなんとなくわかるんです。不思議な感覚だろうな、ね、それはちょっと不思議なんです。心のある場所だけもやがかかっているような感じ。心のある場所、その部分のメイナスさんの心覗けないんですよね。あ、絶対に覗けない部分はあるんだ。一応当たり前かな、誰だって秘密の一つや二つありますよね。なるほどね、完全に共有できるわけじゃないんだね。どれだけこの世界のことを思っているのかはすっごくよくわかる。だから私なんかでよければいくらでもこの体使ってほしい。あ、フィオルンの器のデカさ、そりゃ二人入れるわ。皆様は喜んでいると思います、あなたと出会えたこと。知ってます。ああ、もう知ってる、もう言ってるんだ、ちゃんと分かってるんだ心で。なるほどな。おお、言ってる言っとる。おお、すげえ。いや、曲かっけえ、 BGM。みんなおる。シルク、カリアン殿下から朗報。はい、何でしょうか、朗報。よかった。ヴィランが最小限に食い止められた。いや、それはでも確かにアルビエスのおかげだなよ、ありがとうね。よかったよかった。各所の地震の攻撃に備えて避難が始まった。間に合えばいいけど。そうだね、俺たちもな、今度ばかりは負けられねえぜ。うん、勇者も本気だもん、今度は負けないよ。リキ、今日初めて喋った、もしかして俺らも行くぜ。
戦力は大いに越したことはなかろう。ディクソンさんやっと来てくれるの？本当？そいつは心強いや。でもなんか怖い。ノートルジジイ。お前が加わると一気に空気が熱苦しくなる。いや。てめえには言われたかね。やっと一緒に戦ってくれるのかっていう感じするけど、怖いんすけど。怖い、このタイミングで来るの怖い。なんで今更か。いやまあこれが最終決戦だから今更とか多分ないのは分かる。確かにそういうタイミングになるのは分かるけど怖い。いや信じよう、ディクションさん最初からここまでやってきたんだもん。ボイスだけでかくするっていうのはできないんだよ。この前設定しようとしたけどムービーで一括で上げれるけど、そしたら BGM でかくなるんだよ。ただ今私の方から音量上げれるけど、そしたら多分 BGM でかくてみんなが死ぬ。おー、でこっから入んの？すげー。ジャックス、こんなすごいやつだったんだ。みんな準備はいいか？大丈夫です、うむ、いつでも勇者にお任せも。ディクソン先頭走ってくんない？おい、シュル君、どうした？背中向けるの怖いんだけど。一番前行ってくんない？完全じゃない。今のエギルに通じるかどうか。いやでも目の前行って心気持ちの強さがあればいける。なも俺たちが力を合わせりゃなんとかなるって。あ、なんか言ってたよね。少なくともさっきの戦いでエギルの戦い方の癖は分かった。マジで二度同じ手は食わんぜ。中枢はなるほどね。アポクリファの8世紀とも直結しています。それアポクリファ8世紀を破壊できさえすれば戦いはずっと有利になります。これ覚えとかなきゃダメなやつかな。そいつは本当か？そういうのはもっと早く言ってくれよ。忘れそうやし、ライン早くに言ったら。おい、シュル君、聞いたか？モナドさえ全開で使えるやつだって。気になるんだ。何が？何が？イクソンさんめっちゃ後ろにおる、怖い。エギルは僕がザンザだと言った。ああ、鬼神界を滅ぼしたザンザだと。モナド、モナドを持つものがもうザンザなのかな。この前言ったよね、ビジョン最近見ないって。なんか引っかかるとこがあるよな、確かにな。でもわかるんだ、意識を集中させると感覚で。その後に何が起こるのか。ビジョンも見ないでわかるってのか。またまた。なんか一体か、モナドそのものがザンザラインで、君は右手で頭を描く。もうずっと描いてた。そんで、なんだよ、シュルク。シュルクがモナドに取り込まれそうになってるとかなのかな。え、何？どういう仕掛けになってんだ？気になるんだ。僕の力は鬼神界に来てから明らかに変化している。その力の変化の原因がザンザがこのモナドを使って鬼神界を滅ぼしたという話が本当なら、僕はこれを使っていてもいいものか。それでザンザの狙い通りになってしまうのか。正しいことなのか。なのか。ザンザが分かんないからな。ザンザがな、まだ引っかかるところが多くて、なんか最終決戦みたいな、なんかそういうすがすがしいというか、なんかそういう感じじゃない。おお、あ、なに、え、シルク、シルク、シルク、大丈夫？これは、あの時と同じ。あ、ダンダンさんの時みたいになってるんだ。大丈夫か？大丈夫？もう大丈夫だから。お前、あれだけモナドを自在に操っていたからてっきり大丈夫だと思っていたが、ここに来てまさかお前の身に起こるとはな。本当に大丈夫なのか？そなた、アポクリファの影響下であるにもかかわらず、かなり無理をしてモナドを使っていたのではないのか。そういうこと？たくお前、それか待ってよ、意志の力でしょ。いいか、何度も言うけどな、何かあったら黙ってないですぐ知らせろ。
モナドは意志の力。ビジョンのことだけじゃない、お前の体調も含めて全部だ。わかんない、うん、そういうザンザン、モナドがザンザだとして、ライン、そう、ザンザの意志に反することをしようとするとこうなるとかじゃなくて、とにかくだ、背中は任せろって。あ、確かにめっちゃ疲れるとは言ってたな、使うの。違う。さあ滅ぶかよ。使っていいか疑ってるからこうなってるのかな。いや、でも、まあ、ダンバンさんはもともとあれだもんな。これはアポクリファのせいだけじゃない。あー、わかんない。まるで違う何かの力が。ザンザか、スルク。わかんねえ。僕はどうなってしまうんだ。使っていいのかを悩んだ時点でもうモナドの使い手としては微妙だって判断されるのかな。真の中枢に入り込んだのはいいが、肝心のアポクリファ発生器ってのはどこにあるの。それ最初でぶっ壊しちゃえばいいんだよね。そうね、モナドが今の状態じゃエギルとの戦いが苦しいものになることは見えているし、何よりシュルクの体の負担も計り知れない。急になんか不安になってきた。発生器を壊さなきゃ。そうだね、この先だ、シュルク。また読んでるよ。この先から抑え込まれるような圧迫感を感じる。間違いない。あ、そこに発生器があるってことね。本当か、うん、なるほど。よし行こうぜ、一定ギルの鼻を明かしてやろうぜ。この流れでモナドに頼るの怖いな。あー、みんな来て、バネ屋さんも来てる。送風機内ジャンクス前。いやー、ちょっと怖いなこれ。ずーつ、あ、これ中央コース、あ、そっかそっか、中央コースか、これ。なるほどね、行きますか。てか、そういえば巨神体内また後で行くことになるよって言われたまままだ来てないんだけど、この後に巨神体内行くんか。そういえばまだアイテム出ないんだよな、巨神体内って。あ、確かに本当だ、びっくりマークある。スキップトラベルできねえんだ。うわー、びっくりした、危ねえ。とりあえず行こう。ライン落ちる、それは。ほらほら、落ちるって言った。飛ぶのやめろお前ら、飛ぶな飛ぶな、ライン帰ってこい、行くぞ。ライン帰ってきた。あ、帰ってきとる、帰ってきとる。やか、モナドなんでも、モナドがザンザっていうのはありそうだよな。なんていうか、エギルがシルクのことザンザって呼んだのも、なんかモナドに取り込まれすぎて、もうシルク自身がザンザになることだみたいなことになってる可能性もあるし。で、ザンザがね、死んだかなかったんだよな、そこで。だから、そういう魂みたいなことになって、もうそもそもがモナド自身で、なんか難しいな、言葉にするの。モナドがザンザだったわ、ありそう。モナドの力はアポクリファで封じられる前と変わらない、うん、いや以前よりも強くなったように感じられる。あの時見た巨神のモナド、このモナドと違う、このモナドと関係ないわけがない、うん、それは確かにそうだと思う。だって君はもういないんだ。あ、いないんだから。なんで、あの夢のこと、だから乗っ取られてるのじゃないの。もうシルク、わかんない。この力がなくちゃエギルを止められない。いないってそういうことか。そういえば鬼神を何とかすることだけ考えろ。そしてで、もしもモナドが災いをもたらすようなら、その時はシルクが自我を持ってそういう疑い始めたから反発されたのか、今モナドから。別に何も、そう、自覚がないけど支配されてるのかも。本当に何でもないんだよ、こういう時言わないんだよ、ね、ティーダムが言うなり言わなかったように言わないんだよ。フィオルン、私だけじゃなくてみんなシルクと一緒のもの背負うつもりでここまで来てるんだよ。そうか、そうだよね。そう、それに
あまり無理をしない。あ、ありがとう。さっきのことだってあるんだから。そうだね。いや、フィオルも無理しちゃダメだよ。大丈夫？あ、うん、今はなんともない。右腕動かせや。どうした？モナド持ってる手右なんだから右動かせ。行こう。うん。か。手を握る。ここで手を握る。あ、メリア。シルク。え？そなたは。え？え？何？メリアは、もしかしてフィオルンは気づかないけど、メリアは気づくとか、なんかシルクじゃないみたいなことなのか、なんだ、何かに気づいたっぽいよな、今メリアって。なんだ、わからん、わからん、わからん、怖い怖い怖い、わからん。匂わせが多すぎて混乱する。この装置は、まさか。これ何？これがアポクリファ発生器。これなんだ？これどうやって壊すん？早いとこぶっ壊そうぜ。こいつをぶっ壊せば主力も楽になるんだろ。おそらく。むしろこの状況下でここまでモナドを使えることは奇跡に近い。あ、そうなんだ。そんなにすごいことなのか。だってよ。本当に大丈夫なのか？大丈夫さ。う、うん、言うとるけど。まだまだいける。いけなさそうな雰囲気出してるけど。エギルは？制御中枢はここの直上。あと少しです。中に入られるのすげえ必死に抵抗するとかは、まあ必死に抵抗してたか、めちゃめちゃ撃ってたもんな。おい。なんだ？こいつは？何？そんな。何？早すぎる。まさか。何？鬼神の機能が。完全に回復しました。うー、このタイミングで。待たせたな、こいつ。やばい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 。わー、みんな逃げて。あ、剣が。うわー、わわわわ、これ切断、切断か。うわ、みんな逃げてくれ、頼む。うー、やりやがったな。真の攻撃だ。この感じ、巨神界のどこかにぶち当たったに違いない。なんでわかる？そんな。急ぐぞ。こんなところでマゴマゴしていられん。横に逃げろ。わかんないから逃げてる時って横とか縦とか。わかんないから。壊せるのこれ。完全に復活して。発生器これぶっ壊せる？シールドバリアとか言ってるけど。当たれ？お前の横どこあった？はい。あ、でも普通に稼げはするな。サドアイ。あっち向け。あお。はい。あ、削れはするぞ。ちゃんと削れる削れる。いけるいけるいける。みんな頼むよ。点灯する。起きて。そうそう、テンションは下がってない。横から、横から、オッケーオッケーオッケー。で、後ろからバックスラッシュそこそこ入るから、いける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 。みんなためよう、ためよう。オッケー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 。またコケ取る。大丈夫、テンション下がってない？大丈夫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 。はい、オッケー。で、横から打つ。あ、行くよー、みんな行くよー。はい、で、バックスラッシュ、はい、フォードパイル。みんな体力は大丈夫。あー、繋がんなかった。まあいいまあいい。じゃあ、え、バスター使っちゃうか。あ、相手のバフ切るのって、あ、これだ。イーターしよう。おら、イーター。これでバフ切れる。あ、切れた切れた。オッケー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 。いいよ。あ、テンション低いからが繋がんなかったんか。はいはい。あ、よしよし、デバフ入ってる、デバフ入ってる。いいよ。あ、混乱してる。ラインがやばい。ラインライン、テンション下がってる。ラインテンション下がってる。上げます上げます。いいよ、勝てる勝てる。
横から横から OK、 バタタなったからチェイン次つなげたい。はい、いいよ、悪くない悪くない。横から打つ、嘘、イーター強いな。はい、死ぬなよ、みんなテンション上げろ、テンション上げてけ。はい、よし、気合入ってきた、いけー、バックスラッシュ、ソードパイル、ヘッドスナイプ、はい、からのバスター、はい、ナイス、絶対いける、よし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 、これでぶっ壊せた、いける、あ、止まった、壊れただもん、よしよしよし、やったやったやった、まあ見やがれ、やったぜシルク、いいよ、あ、シルクは大丈夫、シルク、おい、シルクなんて書いてるこれ、シルク、すげえ、あ、あー、制御がなくなったからってこと か、 これか、今のモナドなのか、はー、アポクリファが消滅した途端にすごいものね、なん、あ、トドロクって書いてるのか、やれるぜシルク、シルクなんで何も言わないの、大丈夫か、あ、僕なら、メディアが何かを察してる感があるんだよな、さっきから。それに気づくのがフィオルンじゃなくてメディアなの？いい感じじゃねえか。やれるぜこいつは。当然だね。そうなるようになってるんだから。お前ら、ちげえねえ。だ、チームザンズ。流れのうちにいる間はね。なんだアルビース、お前は、しかし、お前も違うんか。ここから先はわからないよ。アルビース、いや、わかんないわ。だから絶対そうだよ、チームザンザだわ、絶対チームザンザだ。で、うまいこと取り込まれたなみたいな感じなんじゃないの、今のディクソンさんのセリフって。わかんないけど、でもアルビースはなんかちょっとまた一線引いてる感じあるよな。アルビースがマジでわかんねえ。ほら、ゲストから抜けてる。あー、なんでなんでなんで、アルビースとアルビースディックソンさんおらんくなった、なんでなんでなんでおらんなったん。お、なんかアーツ習得した、サイクロン、モナダーツかな、あ、サイクロン、モナダーツだ。モナドの力を極限まで高め、演習場的に一気に叩き込む。4266、4200、え、やばく、やばくない、ダメージ、え、ちょ、これパワーアップしよう、パワーアップしよう、あ、ここまでしか上げれん、え、あ、おるけど、ディクソンさんとアルビースおるけど、いや、いやーじゃねえよ、僕たちはここにいるよ、これは君たちがなすべきことだから。なんで、何のために一緒に戦う言うて、お前ら何しとってん、俺戦うんじゃなかったんか、一緒に、よう、いい顔するようになったじゃねえか、大丈夫だよ、お前らならやれる、さあ行けよ、行って息を止めてこい、怖い、息とない、怖い、この二人おるの、なんでお前ら来んねん、来いよ、最後まで来いよ。アルビース怪しすぎて、純粋に味方説は確かにある可能性、怖え。来たか、はい、来ました、小虫ども、小虫っていうのやめろ、今すぐ鬼神を止めるんだ、止めろ、巨神界と鬼神界必ず共存の道はある、そうだよ、でもこれを言えるってことはザンザに取り込まれてない感じはあるんだけどな、言ったはずだ、なんだ、見てる、精神的には関与する、この鬼神の生まれは我ら同族の怨嗟の声だぞ、うわぁ、ダメー、うわぁ、何人かな、あ、そこでこう連動してるんだ、何人が潰れたか、お前ひどいこと言うなよ、いや、何千人か、それ一緒なんだって、お前が言ってたのと一緒なんだよ、もうやめて、
このままでは巨神が復讐は復讐しか生まないんだよ。そうなる前に立つ。また復讐されるよ。でもお前言っとくけど、世界の全てをメイナス様はそんなことは望んでいないわ。だから託されたのよ、自らの全てを。ああ、ザレ事をホームスの小娘のうちに隠れ住むようなものはもはや我らの神ではない。ああお前、そう染まっちまったな。もはや神などいらぬ。この世界にはエギル、あなたは恋シュルクよ、ザンザの継承者、巨神の大工ごとその体叩き切ってくれ。ほらザンザの継承者って言うんだよ。でも待って、ザンザの継承者、モナドとザンザの継承者別なんか。ちょっと待って、ちょっと待って、どういうことや。こいつモナドとザンザ別に話しよる、わからん。ザンザとモナドを別に話しよる。ザンザはモナドじゃないんか。ザンザとモナドまた別なんか。力を感じる。ちょっと待って、落ちるかと思った、びっくりした。ちょお前さ、横からの攻撃防ぐのやめろ。ザンザの継承者、ザンザの継承者か。モナドの継承者とは言わないんだな。そう、対策すんのやめろ、範囲攻撃のこいつ。あれやりて、あれやりて、あっ、とどろきあれに置いとこう。あ、いってバカ野郎、励ます。待って、とりあえずあれ撃ってみよう。オラサイクロン、おお、まあ、対一人に対しては微妙か。難しい。ザンザって何なんだ、ザンザって何だ、ザンザって何だ、モナドって何だ。モナドが、モナドを何て言った、モナドをぶっ壊すみたいなこと言うのか。ザンザだ、シルクはザンザの継承だから、シルクはあのザンザに、ザンザに意識、なんていうか乗っ取られそうになってる、力に飲まれそうになってるっていうのは分かる。で多分ザンザがそれを狙っていたっていうのも分かる。憎しみに心を染めたら多分それこそザンザはあの入りやすかったんだろうなとはいうのは分かるけど、うん、ザコいるのは分かるんだけど、ザコ倒さないかんか、これ。まあいいか、とりあえずこっちやろう。むずいな、倒しとくかこいつらじゃ。68ってなかなか無視できんレベルやね。痛い、倒せ、助けて、はい、頭火山なる。なんか来た、巨神斬り X。 巨神斬り X って、巨神斬り5レベルか、これ。無限って何やお前。ちょっと待って、何これ。ヤルダ・バオトの動かす鬼神の攻撃による、巨神の攻撃を止めよう。ヤルダ・バオトの周りのエネルギー装置を3体討伐する。引き受けないことはなくない。どれ、エネルギー装置これか。あれどうやって破壊する。待って、助けるこれどうやって止める。これトドロキ、サイクロンで壊せそうではあるけど、みんなめっちゃテンション下がってる。ちょっと待って、みんな急いで。ちょっと待って、ザコが鬱陶しすぎる。あ、歩いていけんだあれ。ちょっと待って、のけ。あ、これ道なのか。本当だ、道だ。これね、みんな1個止めた。これ次これ。はい、これ倒すよ、みんな来てる、
頼むよみんな、励まして、私のこと、私のこと励まして、励まして。カルナどこおる？あ、カルナあそこおるな。カルナ何しとんや？よしよし、ぶっ壊した、ぶっ壊した。お互い励まし合おうぜ。何してんだ？そう、みんな、ダメだ、私死ぬ、私死ぬ。もう少しこらえてしまう。ダイ、ちょ、ライに未来教えないんだよ。ライに未来教え、励ましたかって励ましたかって。ソードパイルしとけ。じゃあもうこれ、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 ちょっと時間やばいかもしんない、時間やばいかもしんないから、時間やばいかもしんないから早く。ちょ、お前何しとんねん。はよせ、はよせ。もうもう少しこらえてちょうだい。もういや、指示、バトル指示ってあれでしょ、同じ敵狙おうでしょ、してたんだけど、あれ聞かない時あるんだな。これでしょ、はっ、 ZR 上でしょ、はっ、くー、ザコ最初に優先して倒せばいけそう。いや、集合、集合って下でしょ、私基本的に下押さないんだけどな。いや、メンバー的にはこれで安定はするからいける。ついてこい状態って下だよね。上押してるで、私絶対に。行くか。あ、いけそうだな。あ、竹変わったら、いや、竹変わるたんびに押してんだけどな。まあ、行くか。雑魚に引っかかってたはありそうなんだよな。雑魚倒さんとの最初に出てきたらもうじゃあ引っかかりそう。ごめん、待たせたな、待たせたな、またやるわ。行こう。はい、あ、勝てそう、勝てそう。そうだ、雑魚出てきたらゴーゴー使うか、驚き使うか。はい、敵いつ出てくるんだろう。名手の一角、これ出てくる、まだ出てくるね。頑張れ、やるわよ。ちょ待って、今行動不能になってる、今行動不能になってる。そう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 、痛い、励ます。よし、オッケーオッケーオッケー、励ますけど、アーツ使いくなってる。はい、絆変動する。来ねえな。いやー、アーツ向こう鬱陶しいな。おい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 、あ、来た来た来た。ちょ、もう技打っちゃおう、技打ってこう。来た、鬼神兵製造、これだ、鬼神兵製造、これで来るんじゃないの。あ、来た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 、行くよ。こいつ集中させて、こいつ集中させて、こいつ倒すよ先に。はい、はい、痛い、落ちそうで怖い、落ちそうで怖い。強くない？今何が起きた？めっちゃ強くない？え、一気に死んだが。ああ、ありがとう。起きて、カルナどこだ、カルナ、カルナ、これまだ無理か、無理か、いってー行ったー。あ、2体同時にされた。いや、ダンバンさん、いや、アーマーを最初に投げる、アーマー先にやるか。強いんやが、あいつらあんなに強かったん。確かに仮にも70レベルだ。どうしようかな、ダンバンさん、ダインとダンバンさん変えて、心もとくないかな、大丈夫かな、大丈夫かな。ラインと敵の相性悪いんや。装備変更じゃなくて、パーティー。ダンバンさん一回行ってみよう。はい。信じよう。じゃあ、ラインの体力より頼りすぎやな。セーブしとこう、ここ。なんでこんな遠いところかスターのことなんかわからんけど、ここで一回セーブしよう。よいしょ。はい。行こう。
アーマー君貼っちゃうとあれなんだけど、怖いんだけど大丈夫？なんかこういうボス戦の時にモナドワーツ来てから使いたくなっちゃうんだけど、まあ、使うかアーマー最初に。空の前に消え去れ。はい、よしよしよし、アーマー貼るか。はいはい、行くよ。はいはいはい、あ、でもモナドワーツ溜まるまではちょっと通常攻撃させるか、それもありだな。はいはい、まだまだ来ない。棒の方、いや、いいいい、行く行く行く、削れるときで削る、削れるときで削るぞ。春菜のテンションが下がってる。オッケー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 、いいよいいよ。アーマー切れるな。はい、これ使っちゃっていいのかな、アーマーガンガー。これ怖いんだけどな、使うの。アーマーどんだけ持つんや、これ言うほど持たんよな。大丈夫か、これ大丈夫か。アーマー大回転のやつ、さっきなんで大回転、ビジョンが遅かったのかな。あ、鬼神兵戦争来た、鬼神兵戦争来た。食べて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 、ナイス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 、止まった。こいつ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 から倒しましょう、こいつから倒しましょう、こいつから倒しましょう。いいよ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 、こいつから倒しましょうで、ね、待って待って待って、回復してで、アーマーも貼っとこう。怖い、いってクリア。アーマー、いや使えねー、アーツ使えねー、アーツ使えねー。励ますことできるか。カルダどこだ、カルダどこだ、カルダどこだ、カルダどこだ。シーンで誰がしてくるって大連撃。こいつ、その待って待って、え、チェイアーツ使えない、チェイアーツ使えない、チェイアーツ使えない。倒した倒した、あとこいつ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 も倒そう、こいつも倒そう、こいつも倒して、待って、その前に痛い、いや痛いけどいける。あー、まあ強い、ちょっと待って、とりあえずこいつに当てよう、当てよう、当てよう、痛いけど痛くない、とりあえずこいつで当てる、こんだけ。オッケー、よし、バックスラッシュって、はい決めるわ、はい、はい、赤、はい、よし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 、まあいい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 、よし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 、オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫、みんなめっちゃテンション上がってる、みんなテンション上がってるのいいよ。はい、エネルギー充填、いや結構削れてる。え、これまだ来てない、あ、来たか、来た、あ、来た、巨神斬り来た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 、倒しに行くぞ、行こう、みんな行くよ。まさかダンバーさん、引き受ける、巨神が危ない、エギルと繋がってる。いやー、でも最初にこいつら倒した方がいいのかな、やれそうだ、時間足りるかな、やばいかな。オッケーオッケーオッケー、ちょっとこいつこいつこいつもちょっと倒しておきましょう、こいつも倒しておきましょう、すぐ行けそうなんで、こいつも倒しましょう。いける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 、よしよしよし、で次あっち行こう、あっちあっちあっち、めっちゃ動くの遅い、めっちゃ動くの遅い、ここ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 、これ倒そう、よし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 、いけるいけるいける、動くの遅い、これ倒して、よし次あっち次あっち、エネルギー装置あっち行くよ、オッケー、いける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 、よし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 、来てる、みんな来てる、集中させて集中させて、言ったでしょさっき、来て、スロークうぜ。はい、次頼むよ、頼んだよ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 、倒せそう、オッケーオッケー、次こっち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 こっち、集中攻撃ね、してる、来てるか、集中攻撃だよ。カルナがアホなってる、なんだ、まあ、みんな来てる、まあ、ダンバーさん来てるからいい、オッケー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 、よしよしよし、これはいける、
よし、次こいつ倒しに行くぞ。いけ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 、こいつ横から当たんないよな。よしよしよし、いいぞ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 。あ、ちょっと待って、はい、行くぞ。で、はい、あ、エアスラッシュした今、なんでなんでエアスラッシュした。まあいいや、赤つなげよ、赤つなげよ、赤、はい、で、バスター、わーい、はい、失敗し、いける、勝てる、いい動きだったぞ、よしよし、いいぞ、ナイス、あー、戦ってる戦ってる、うわ、なんと、すげえ、骨格以上戦いしてるけど、シルク大丈夫か、シルク、いけないわ、あ、いけないわ、あ、この私が、あ、いや、ダメだよシルク、シルク、あ、ザンザだ、ダメだシルク、シルクダメだ、この声は、キレ、キリサケ、あかんかんかん、リーサ、切ってやる、シルク、いくらでも、シルク、そうだ、打ち下ろせ、叩き切れ、それがお前の願い、そうだ、これが僕の願い、違う、違うよシルク、フィオルンを、陛下を、ダメだって、僕らの故郷を、急に復讐心に飲まれるわけ、君の罪の罠を見つけなくちゃいけない、いいのかい、それで、ハルリース、俺が餌じゃよ、お前たちの言うところのな、俺たちに勝つためには人殺しも辞さないってか、エギル、エギルを、悲しみの連鎖を取り戻しに、お前たちを壊し尽くすまで、うん、私は戦う、メイナスも里の人たちも、みんなあなたを愛していた、だからこそ、だからこそ共に生きていきたいと願っていた、響いた、私にはわかる、メイナスと共にある私には、違う、これは僕の願いじゃない、違う、シルク、リー様、あ、シルク、あ、今までの人とのつながりが止めたんか、シルクを、なぜ手を止めた、だって違うんだよ、お前の悲願も達成できた、お前を殺すことが悲願じゃない、忘れたよそんなの、忘れただと、僕らもあなた方も受けた痛みは同じだって気づいたんだ、うん、ならあなたを切る理由は僕にはない、お前にはなくとも私にはある、知ってるよ、でも僕は切らない、今ここで私を切らなければ、いずれ私の剣がお前の同胞を切り裂くことになる、そういう考えなんだもんな、だってエギルって、それでもか、ザンザを倒さないとっていう考えだもんな、僕にはあなたを切ることはできない、でもその剣を止めることぐらいはできる、 あなたと分かり合えるまで、なるほどね、どっちかが潰れるんじゃなくて止める、わー、シルク成長したな、お前はそこまでモナドを使い、それでなおお前であろうとするのか、シルク、かつて鬼神界と巨神界は手を取り合い生きていた、そうだよね、うん、憎しみもわだかまりもなく、うん、互いの存在を認め合っていた、そう、それは聞いたんだよ、エギルよ、なぜ我々は生まれてきたのであろうな、ザンザじゃねえか、哲学か、あいにく私はその類の問答は苦手なんだ、考えることはないか、ね、この世界の外には何があるのだろうと、世界の外、世界の外、ここら辺がザンザの理由わかるかな、メイナス様からこの世界には巨神と鬼神とあとは尽き果てぬ海原しかないと聞いたことはあるが、その外にあるものだよ、我らはまだ幼い、
創造主であり大地でもあるこの巨神と鬼神から離れて生きてはいけない。だがいつの日にか我らの血に連なる者たちが何者にもすがることなく自らの足で立ち、意志の力で外の世界へと巣立つことができたら。巣立ちか、考えたこともなかったが、それは素晴らしいものだろうな。それを見たくなったのかな。私はな、エギル、巨神界に生まれた我らと鬼神界に生まれたお前たちと共に手を取り合って見守っていきたいのだ。この時すげえいいやつそうなんだけどな。未来をめっちゃいいやつじゃん、創造主として。私もそう思うよ、アガレス。二つの世界の繁栄は始祖としてすげえいいやつじゃん。未来へ続いていくものだと誰もが皆そう思っていた。思うよな、こんな。なんでだ。そこにあったのだ。モナドが。ザンザじゃない。モナドは神界の存在を一切認めようとはしなかった。誰よその男。いや、そもそも己以外の他者の存在をモナドがザンザだから、これはザンザじゃない。だから人の名前じゃないのか、ザンザって。我が友アガレスはモナドに支配されザンザとなった。ザンザとなったアガレスは、ザンザとなった我らにその刃を向けたのだ。あー、じゃあもともといたやつは普通にいいやつだったんだ。モナドに支配されるとは、ザンザじゃなかったのか。ザンザになるとはどういうこと。モナドはザンザであり、ザンザはモナドである。あー、両者は不可分なのだ。不可分。ザンザは自らの魂の存続のため巨神界の生命をよりしろとする。だが、お前は違うようだな。僕は違う。私にはわかる。お前はお前であろうとしている。そうだね。お前ならばザンザの呪縛を立てるかもしれない。それが望みだったのですね、メイナス。ああ、メイナス様は最初からそれが。ザンザの呪縛ってのはよくわからないけれど。わからんのかよお前、なんかピンとくることあるやろ。僕にできるのはこれだけさ。手を取り合おうよ。手を取り合えるよね。ああ、よかった。また。そうか、エギル。そうだな。エギルが優しい顔してる。撃たれるんだとするならエギルかと思った。シルクなん？え？血で、え？ディクソン？え？いい加減邪魔なんだよ、小僧が。ディクソンさん！ディクソン。だからディクソンさんがシルクを助けたのがそもそもザンザのためだったのかな。ザンザのよりしろとしてシルクを選んだのかな。だからチームザンザはチームザンザなんだろうな。うわ、ショックでかいな。いやそうだとは思ってたんだけど、実際に見るとな。うわーショックでかいなこれ。嘘だ、信じたくない、嘘だ。そう、ザンザの器として育ててたからシルクという子が邪魔、個人の子がもう邪魔なんだろうな。さっさとザンザの依り代になれよっていうことなんだろうな。うわー、ちょ、アルビースがわからん。アルビースお前はなんや。でもザンザと会話しとったアルビースは。エギル。ディクソン、何をする。あんた自分が何をやったのか分かってんのか。分かってんのか。ギャーギャーとうっせえな、ガキどもが。そう
しゃ。俺は自分の役目を果たしただけだぜ。なあ。あなたは。貴様。え？何？エギル知ってるの？なんか後ろにおるで。そうよ。え？思い出したか。久しいな。ほんと久しすぎるぜ。な？ザンザの何？ザンザの何？使徒か。ザンザの使徒。どういうことだエギル？ディクソン、お前は？説明する必要はねえぜ。百聞は一見にしかずってな。ずっといたんだ。両のマナコに焼き付け。だ死にかけてるけど、そばってそれどころじゃないんだけど。ザンザ様復活の瞬間をな。シルク。シルクに救ってるザンザを。シルクから離れて。ダメ。ああ。させんぞ。ザンザ。ここでエギルがこっちのために拳を振り上げてくれるの熱い。あ、シルク。バンバンさん、声優全部に裏切られてる。ほんまやで。あ、シュル君、なんだあいつは。何さ、これがザンザ。驚くことはない。これがザンザ。世界の全ては因果の流れによって律せられている。そこに存在する全ての者同士相互の関係によって未来への流れは必然へと決定づけられる。それが我がもたらすビジョンだ。そう、こうなることは必然。起こるべくして起きたことなのだよ。起こるべくして起こったことってアルビースもずっと言ってたぞ。我がシルクの時から。どういうこと？ザンザは私との戦いで疲弊し、ハイエンターのシソラによって封じられた。封じられてた。肉体は監獄島の檻に、そしてその魂はモナドと共にオセノ島に。魂あの遺跡にか。だがそれがなぜシルク。だってシルクが生き残ってんだもん。あの遺跡を発見したのは誰だ？その時に誰がいた？そして生き残りは誰だ？あー、もうその時からだったんだ。誰がその生き残りを連れ帰った？まさかディクソン、お前はその時からシルクを。だから育ててたんだ。全ては今日この日のため。もっともシルクなんてやつは最初からいなかったか。最初からいない。我の魂はモナドの内にあった。解放されることも因果律ビジョンで分かっていた。やがてその時は訪れ。そしてモナドを見つけ解放した連中は目覚めたザンザ様に命を吸われくたばったってわけさ。そのシルクも含めてな。シルクもその時死んだってのか。バカ言うな。シュルクは俺たちと。抜け殻だよ、ただの。我がシルクの命となっていたに過ぎない。まことの目覚め、我がモナドを振るうに値する新たな器が成熟するまでの間。いや、シルクという一人の人物を否定しないでほしい。活動のためには肉体が必要なのさ。そこのメイナスと同様にな。お前たちはその抜け殻の相手を真顔でしていたのさ。滑稽だよな。シルクなのだ。何故貴様の器がシルクでなければならなかった。メリア、特に理由はない。タイミングってことか。現れたのが。そうだよ、誰でもよかったんだろうな。要するにだ、誰でもよかったのさ。モナドさえ振ることができるやな。ディクソンさんに言われるのならば、シルクがモナドを使えたのは。最初からそうだったからなんだ。ザンザ様だからよ。因果の流れを見られるザンザ様が起こるべくして起こる出来事に導いただけよ。コロニーナインが壊滅したのも、そこのハイエンターの親父がくたばったのも、ガドとかいう増票がのたらきんだのも全てさ。おのれ、いくぞ。あ、ちょっと何すんだ。やめろ。
これから起こることもな。何をするつもりだディクソン。だからさ、邪魔なんだよお前ら全て。この世界はもともとザンザ様が、巨神が作られた世界だ。それをその表面にポッと出てきたお前らが勝手し始めてよ。我から生まれてた生命は全て我へと帰らねばならない。我が存続するためには一つの秩序ある形に戻さねばならない。要するにだ、この世界の破壊と再生よ。よくある話だろう。手始めにまずその最大の障害である、レイナス。誰？キシンメイナス。レイナスだよな。貴様からだ。いや、やめてよ。ダメだって。もうちょっと、いや、ついていけん心が今。あー、巨神が、巨神も目覚めるんか。動き出したもん。待っていた、この時を待っていたぞ。エギル、そうだな、エギル、エギル、どうすんのこれ。やめて、その体では。もうエギル、いや、やめてくれ、頼む。全てザンザだけは。エギル、やーば、そう思うのはわかる。我々にも巨神界の者たちにも平穏は訪れん。そう、それは、うわならば朽ち果てるがいい。巨神界の者たちにもって。エギル、お前、あれはエギル、あ、そう、BGM、 その言葉、モナド、そのまま返してやるわ。あ、これが本当の姿なんだな、モナド。あ、シルクと分かり合えたんだぞ。エギル、完勝だな。ザンザダイン、行くぞ。ああ、よくもシルクを。そうだ、もう全ての命は我より発生したもの、故に我のために生き、そして帰れ。なんてこと言うんや、お前。もうダメだって。どうしたらいいの。あ、おー、ベイナス様。何笑とんねん。貴様のモナド、ついに解放したか。貴様のモナド、すんなり死を受け止めるかと思ったぞ。今ようやく分かりました。私たちから生まれ出た子供たちの未来は彼ら自身のもの。創造主であったとしても、その目を摘み取る権利などない。そうだよ。たとえ因果の流れがあなたの律した通りであったとしても、抗う尊さを捨て去ることは愚かだということを。ここで見た目がシルクとフィオルンが戦うっていうのがきつい。あなたがこの世界に存在する、あなた以外の存在の全てを否定するというならば、私は戦いましょう、彼らのために。そうよ、みんなの未来、フィオルン、消させはしない。フィオルン、来るか。キメイナス。ちょっと待って待って待って。わからんわからんわからん。わからん。フィオルン使ったことないからわからん。フィオルン使ったことない。わかんない。フィオルン使ったことないよ。フィオルン使ったことない。
ミオルも私を使ったことがない。待って、この程度か。タイマンな、ちょっと待って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 、これこれか、まず最初にこれか。で、で、で、これ何？シールドフラップだそうです。私回復ってあるのこれ、ちょっと待って、え、わかんないわかんない、うん、フィオル使ったことないからマジでわからん、わからん。回復あるんかこれ、私回復ある、回復あるこれ。ちょっと待って、今心がねついていってないよ今。いやもう背後とか無理やん、もうこいつちょっとどうすんぞこれ。待って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 、このままじゃダメ、筋力吸収しよう。え、ザンザこいつレベルいくつ、ちょっと待って、歩けとセットしてない。あー、サポーティング、サンキュー。エラス様弱くねはよくない、使えない、使え、これた、これ勝てるんか、これこれ無理じゃね。え、これ勝てんのか、だってだって回復でき、回復ができない。これどうすんだこれ、どうすんだこれ、無理だもんね、チェインできないもんな。ちょこれ、これやばくない、ミスってるミスってる、ちょちょちょ、来ないで来ないで来ないで、ファーン、え、あ、あ、あ、エギル、エギル生きてる、エギル、エギル、そう、お前はもう動くなよ、動くなよ。どうした、動きが鈍いぞ。いや、それで神を名乗るか。エイナス様、このザンザと世界を分かつものなのか。なるほどな、そんな残りカスが、残りカスって言うな、シルクはシルクなんだぞ。ただのホームスが我が身からすり出た赤のような存在が、それも一つの命です。そうだ、それがわからないあなたに神を名乗る資格はない。そうだ、創造主だからって何でも許されると思うな。決められるものはただ神よ。それも確かにそう、神はこの世界に一人しかいらぬよ。でも一番偉いのって神様なんかな、一体に隠れている。あフィオルン、フィオルン、本気で来いよ。神論破、論破された。来ぬのなら、そこにいる赤ともども消し去ってくれるわ。あ、メイナス様、あ、メイナス様、メイナス様が、愚かな、良いのです、これで、この世界は、あなた方のもの、メイナス様、神など必要のない世界を作ってください。メイナス様、あ、もうエギルの表情つらい、ちょっと待って、メイナス様、これが因果の流れだ。ザンザ、消えちゃったの？やろう。何をするつもりなんだ？許せん。許せん。二刀流になったが、破壊の、そして再生の儀式を。エギルがラスボスじゃねえんだな、今更だけど。あ、敵じゃなかったパターンだよ、ラスボスだと思ってたやつが。あ、みんな、みんな、あ、ちょっと、
ちょっと全然巨神から、なんだあの光の渦は。兄様、エギル、エギル、エギル、すまんな、死んじゃダメだってエギル。私は分かっています。初めから分かっていたのです。さあ行くんだ。お前たちにはまだやるべきことが残っている。エギル、希望はまだ消えてはいない。嫌です、兄様も一緒に。私にもまだやるべきことが残っているのだ。それがメイナス様が私に託した最後の願い。兄様、メリアさん、アメリア、そなたの思い確かに受け取った。メリア、鬼神界の皆のこと安心して我らに委ねるがよい。さあ行け。シルクの命はまだ尽きてはいない。ここメリアが受け持つの熱いな。最後の希望の灯火、上に立つ者の立場だ。決してはならない。レギル、あんたって人は。行くぞ、鬼神から脱出する。ライン、シルクを頼む。ああ、大丈夫。怒涛すぎる展開が今心がマジでついていってない。よし、まだこいつは動いてるな。あ、転送装置かな。公開まで時間がない。中央交渉を抜けて急いでジャンクスに戻るぞ。わかった。ダンバン、あ、エギルはどうなるの。気になるね、気になるね。最後のその時までジャンザと争うつもりなんだろう。俺たちで見届けてやるんだ、あいつの意志を継いでやるためにもな。スパチャット、Thank you。 さあ、行くぞ。さよなら、兄様。いや、別れるのつら、ここで。あ、シルクがゲストだ。シルクの命の灯火はまだ消えてない。だが今は鬼神内部から脱出しなくては。分かった。え、命の灯火は消えてない、本当に。あ、バルビースがいないんだよね。そういえばさっきからピクソンさん出てきてるけど、アルビースずっといないんだよね。いや、でも待ってよ、アルビースの一族が結構モナドと深い関わりを持ってたから、やっぱザンザと関わりはあると思うんだよな。確かに、なんていうか、あのモナドの力借りて予言官してる一族とは言ってたから、アルビースもザンザと深い関わりはあるとは思う。ただ、いや、わかんない。うー、どうなんだ、わかんない。アルビースだけはまだわかんない。もうでもわかんない、アルビースをまた信じようとして裏切られる可能性があるのが怖え。アルビースはどっちなんだ。完全に眷属みたいな感じではなさそうなんだけど、関わりは深そう。操作キャラ変えよう。メリアにしよう。メリアしか使ったことない、こん中やったら。こう、あー、いや、ダンバンさんめちゃめちゃきついはずなのに、なんでこんなに強いんだダンバンさん。サギーも間に合うか、わかんねー、わかんねー。シルク、でもシルクが全くいなかったなんてことは信じられん。さすがにシルクなんて最初からいな、これ下るんやな、最初なんか、え、どこ下ることもあったけど、そうでもない。あー、ライン飛ぶな、アホ。いなかったみたいな感じ言われるけど、確かにシルクはいたよ。シルクが考えて、シルクが考えて行動してたんじゃないの。それでエギルとも手を取り合えたんじゃないのか。全部ザンザの手の内だったとは言わせんぞ。やだよー。
たもん。シルクいたもん。私たち思い出作ったもん、いっぱい。あ、何今もう無理かな。武器を作るんだ。フィールド武器遅い、遅かった。行きます、行きます。あ、我が息子に対する行い、あ、ちゃんと見てたんだ。ミゴールさん、シルクに感謝したいが、まずは脱出が先だの。急ごう、里へ戻るぞ。ちょっと一旦待って、セーブだけしとくか。一応もしかしたら裏でやるかもしれん。行こう、とりあえず。はい、ぶっちゃけ武器は大して強くない。なるほどね、行こう、里へ戻る。希望がないなんて。分かり合えてたらな。やめて。できる。シルク。できる。私の世界を。うん。メリナス様、鬼神が、鬼神が、賛成のディクソン様よ。もうつらいよ。ちょっと待って、回復欲しいな。回復薬どうしよう。ダンバンさん入れたいな。
エリア、カルダ、ダンバー、サイズ、スッカー、私も負けてられないのよ。スレイリテレシア、あ、ちょっと待って、私何入れてんだ。サモンアイズ、愛人補客、サモンバルト。なるほどだ、何入れてるか覚えてないな。ギアブレイクして多分入んないよな。バライトリー、まあ無効だわな。まあ無効ですよね。これ周りにいるやつ、マインドブラスト、ファーストエンド、本当本当本当ですか、本当ですか。あ、間違えた。まあいいや、私知りそうです。回復してください。あ、センキュー、センキュー。入ってんのかな。うわー、ガンバーさん死んだ。ガンバーさん起きて。いやー、シルクいないのきつい、シルクいないのめっちゃきつい、シルクいねえのきつい。はい、いてー、みんなテンション下がっとる。はい、そう、動きたいけど動けねえ。ここきつい。情けねえな。シルクがいないとその様かよ。え、イノシシさんよ。ありがたく思いな。戦友のこの俺が引導を渡してやるんだからよ。全部嘘だったじゃんか。戦の後に組み交わした酒の味は。やめてよそういうの。貴様。何？どこのどいつだ。誰？邪魔立てする奴は。誰？無事か、メリア。お兄ちゃん。お兄ちゃん、兄上、カリアンさん、こいつは何だろう。巨神の手下だ。シュルクはこいつに背中から撃たれたんだ。それは本当か。ああ、よう聞こえたな今。クソ。だがここまでだ。いかにテレシアといえど、これだけのハウレスの部隊、遅れは取らぬぞ。全然焦ってないんだよ、ディックソンさん。知った、てめえの足元を見た方がいいぜ。なにてめえはだよ。すっかりと忘れちゃいねえかい。やだよ。なあ、ローランよ。ローランだと。そなたも関係しているというのか、ローラン殿下。純なことは結構だけどね、それだけに滑稽なのよ。賛成って言ってた、もう一人じゃねえの。ほんとぎょしやすかったわ。じゃあと一人アルビース。なんだこの光は。つやだよ兄ちゃん。それは巨神が破壊と再生のために放出したエーテルの粒子よ。どうなるんだっけね。ちょっと、これだけ濃度の濃いエーテルにさらされたハイエンターは、まさか。ちょっと待ってよ。お前は目覚めなさい、私の可愛い。嘘だ嘘だ、お兄ちゃんダメだって、兄ちゃんダメだよ。メリア見るな、メリア見るな。あれはテレシア。兄ちゃん、兄上、兄ちゃん、メリア。勘違いしないでよ。ハイエンターはこうなるために生まれてきたんだから。そういうことか、私のせいにされてもね。呪いってどういう意味だ。だからホムスの血を入れて、その呪いをとことうとしてたんだ。巨神再生の際、邪魔な生命を刈り取るためにザンザ様が作られた種族なんだよ。その体のうちに時が来たらテレシア化する因子を組み込まれてな。もともとそうなんだ。バカな、そんなことが。そうなのだメリア、だからこそお前は我らの希望だったんだよ。みんななんで今日
そうさ、コンビニホモスとマジルとどういうわけかテレシア化しねえんだよな、これが。そういうことだ、ね、まあ、しねえやつはしねえやつでテレシアで勝っちまえばいいってな。お前の存在価値なんてそんなもんだぜ。違うよ。さあ刈り取れよ、可愛い妹をその手でな。渡さなきゃいけないの、兄ちゃん。兄ちゃん、嘘だ。兄上、止められないのこれ。今助けます、だから奴らに負けないで。止められないの。メリア、兄ちゃん、すまないな兄ちゃん。いつもお前に思いを背負わせて。そんなことなかったじゃんか。リーダーがいつも守ってくれてたじゃん。私とて高家に生まれたもの、お前の背負った宿命、肩代わりすることぐらいはできる。兄ちゃん、しぶてえ兄ちゃんだな。往生際が悪い。うるせえ、黙れ。まさか、兄ちゃん、兄上、メリアよ、父の望み、ハイエンターの未来、託したぞ、シルク殿と共に。メリアにさせないために、テレシアたちよ、自分でやるか、兄ちゃん。リクソン、わかったら遅い、やろう。兄ちゃん、アニエー、もうそうだよ、ごめんだよ。あれだ、今思い出した、ゼノブレイドのキャッチコピーってなんだっけ、絶望の果てに、なんだっけ、絶望の果てになっちゃら悪かなんだよ。今絶望きてるな。辛いんだけど、これまだ果てじゃないのかな、今もう絶望の果てなんだけど、それだ、絶望の、あ、悲しみだ、悲しみの果てに未来はあるのか。シュル君、ここは、シュル君生きてるのか。そうか、僕はアリワロトンネ、何やってたんだろうな、めちゃウケやけ僕は。いや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 、何のために生きてきたんだろう、いやってなるの。いやでもちゃんと生きてるじゃんか、でもお前はいるじゃんか、ダメなんか。世界とかなのかな。夜、いや違うか、最初から生きてなんかいなかったんだよな。生きてたよ、最初から生きてたよ。僕はザンザに、僕のしてきたことは無駄だったっていうのかい。
アルビース、アルビース、アルビース、お前は、お前は、それを決めるのは誰でもない。アルビース、お前は君自身なんだよ。お前は、お前は、え、アルビース、お前をてっきり賛成の3人目だと思い込んでいるけど違うか、アルビース、お前はどっちなんだ。息はしてるんだよね、シルク。一応抜け殻にはなってるけど生きてるんだよね、息してるんだよね。これミゴールさんたちが作ってくれた新しい武器。モナドみたいな形してる。シルクのモナドなくなっちゃったから。はいはい、作ってくれたんだ。マシーナの技術の粋を集めた武器なんだって。起きたら使ってね。ありがとう。そしてみんなで生き残ろう。そうだよね。あ、小玉さん生きてる。大変だ、および。ドボンからの避難民はコロニー6に収容した。巨神の上にいるの怖。幸いここは鬼神兵が要塞化してくれていたからな。なるほど。しばらくは持つじゃろう。あ、そうだ、鬼神界なくなっちゃったもんな。巨神の上にいるしかないんだな。その体である巨神からは離れられない。そうだよな。まあ俺たちが暮らす大地だしな。姫様、一つだけ確認したい。避難してるハイエンタ大丈夫なのか。確証は持てないが、あ、なんだろう、テレシア化しないかってこと。生き残った者たちは、あ、そういうことか。やっぱそうか、すべてホムストの根血だ。そうか、シレッタルビースが私もまた、もしその時が来たら遠慮はいらない。良いのじゃな。あ、それが運命と受け入れる覚悟は皆できている。テレシアカスター倒してくれってことか。でなけりゃ陛下やカリアンさんがメリアにハイエンターの未来を託した意味がねえ。そうだよ。だな。しかしメリア、俺たちは生き残るためにザンザと、そしてテレシアと戦わなきゃならない。そのテレシアは、そうなんだよな。かなりの数のテレシアが元はハイエンター、メリアの同胞、臣民たちだ。辛いだろうな。覚悟はできていると言った。たとえ同胞をこの手にかけることになっても、わずかに生き残った者たちを守る、それが父上や兄上から託された意志だからな。ザンザに囚われた者たちの魂を解放するために私は戦う。強いな、メリアは。その強さ俺たちも分けてもらって。ダンバンさんも強いやが。どうだシルク、寝てるだけ。命に別状はないみたい。あー、やっぱそうか。ディクソンに打たれた傷は塞がっていたから。傷塞がってるんだ。メイナスが最後の力でシルクを守っていてくれてたんだと。メイナス様が。今リナーダが見てくれているわ。フィオル、目覚めないのシルク。シルクの意識は暗く冷たい湖の底に沈んでしまったかのよう。いくら呼びかけても何の反応もない。クソ、ザンザの野郎。こんな時にもしテレシアが襲ってきたりしたら。やめろ、そういうこと言うの。その時はシルク抜きで戦うしかあるまい。そのために皆で防備を固めておるんだからな。わしらの作った武器もちっとは役に立つじゃろうて。イゴールさんはガチでいい人でよかった。なるしかないな。笑い方が悪役っぽいから。徹底的に抗って本当に抗う理由があるんだ。アルビース、お前は分かんねえんだよ。お前だけ言葉のままさ。僕たちは巨神からザンザから発生した生命だ。そうだね。それがザンザの意志でテレシアによってその体へ帰ろうとしている。病気や寿命で普通に死んでもそのムクロは巨神へと帰る。どちらも同じこと、何ら異なるものではない。違うかい。ああ、大違いだぜ。なんせ一方的にやられるんだからな。ドライは単純明快だからよ。俺たちに権利はある。そうだな。たとえ創造主だろうと、そこから生まれた。そう、メイナス様も言ってただろうが。って道理はない。抗うことをやめるな、愚かなんだ。尺度でのものの考え方だ。彼は神だ。
神には神の尺度の考え方があるんじゃないかな。それじゃお前、はい、俺たちは黙って死ねばいいってのか。そういうことだぞ。それが神の定めた運命ならば。運命を受け入れて座して死を待つほど俺たちは達観したいんだ。そうだよ。どこまでも抵抗してやるさ。たとえその結果この命散ろうともな。そうだよな。結果が同じでも違うんだよ。それでも違うんだよ。結果が一緒でも。ああ、大事なのは結果じゃない。抗おうとするその意志さ。無駄死に出会ったとしても。アルビース、お前はどっちの味方なんだよ。何が言いたいんだアルビース。それともビビったのか。あのテレシアを前にしてよ。やめるんじゃ。わしらで争っても意味がない。でも今のアルビースが悪いと思います。こんな雰囲気の中でする話じゃなかったと思います。フィオル、フィオルはどう、大丈夫？気分転換に外の風に当たってくる。ラリーが主人公みたいになってる。シルク、あ、ラリー、ベリアが行くのか。ベリア、ベリアが行くのか。え、めっちゃ買えるやん、もの買いに来た。あ、ありがてえ。買っとこう、ここらへん。間違えた間違えた、2つ買っちゃった。はい、入りきた。おお、めっちゃある。ロスインパクト、バグストーブ6個。わからん。フィオルか。あー、シルク、シルクどこか。あ、リナーだ。おる。いや、うん、愛識はまだ戻らないけど容態は安定してるんだ。だからここは私に任せて安心してちょうだい。シルク、どうしてそうだったわ。リナーダに見られている。あまり見つめるのはやめよう。確かにね。夜 ?24 時。なんかこのコメント無視すると殺されそうな勢いやからやるか。あ、いない。リナーダ、リナーダいなくなった。リナーダは休憩中か。シルク、早く目を覚ましてくれ。サナダはいつまで寝ているつもりだ。シルクが立ち上がらねばこの世界は。ああ、あ、私も不安に思うだろう。あ、めっちゃあるやん、パターン。心の迷いかもしれぬし、心細いだけなのかもしれぬ。けれど私に少しだけ付き合ってくれ。シルク。もうダメだって、こういうの。そなたと出会ってからというもの、私の人生は嵐が来たようであった。全てが予測できなくて、緊張や不安、そして悲しみの連続だった。未来史使えるシルクに対して全てが予測できなくてっていうの、なんかエモいな。父上が亡くなり、神秘も救えず、何度も心が折れそうになった。今思い返すだけでも無念の情で涙がこぼれそうになる。己の不幸を嘆きたくもなったが、そうはしなかった。希望もあったからだ。シルクがいてくれたこと、それにカルナやリキやみんなもいてくれた。そなたや仲間たちがどれほど私を支えてくれたか、言葉には言い表せないくらい私は。気づいてないだろう。皆の中でもシルクが一等いろいろなものを私にくれたのだ。もうなんで公式でこんなメリアをしてくるの、つらいじゃんか。今のこんな気持ちもだ。なのに私はシルクに何も返せてはいない。シルク、私は何をしてやれる。私にできることは。ああ。あ、なになに、私は何をしようとしたのだ。なに、ダメだダメだ。あ、なんだ、チューしようとしたんか今。あれ、チューしようとした。醜いな。
こんな私では失望されてしまうだろう。このままではいかんな。アシルクはいつだって誰にだって誠実にしてきた。私はそれに、いやこれ辛いよ。だからシルクが自分に対して優しいのは自分が特別だからじゃなくて、みんなと同じように扱われてるから勘違いしちゃダメだっていうことでしょこれ。ねえめっちゃ辛いよこれ。このセリフめっちゃ辛い。ここほんと辛い。自分は特別じゃないんだって言い聞かせるの辛すぎるじゃんか。それがシュルクの強さなら、それに暴れないよう負けないようにしなければ、私はシュルクと対等でいなければ。だから私にできることはシルクが望む幸せを守ること、ただそれだけだ。あー今度は私が何とかしよう。シルクの大切な人を私が守る。なんでメディアを選べないんだろうな。あー辛いなこれな。メディア苦しすぎる。こんな辛いことあるか。いやーメディアも幸せになってくれんとダメだ。そうメディアも今死ぬほど辛い目に遭ってるのに、それでもシルクのために何かをしたいって言ってくれるんだもんな。最初にシルクの違和感に気づいてるのってやっぱりメディアなんだよな。もうダメだ、つれー。あー辛い。どこで、あいつめっちゃ遠いとこ行ったな。ピオルン、メリアが相当辛いな今。メリアずっとシルク見てるからな。ザンザどうにかしたいな。みんな生きててほしいからな。ピオルン、武装が一致だぞ。大丈夫なのか。やっぱり分かっちゃう。ごめんね、気を使わせちゃって。ここ追いかけてくるのがメリアなんだよな。ダンバンさんでもないんだよな。そこまで辛くはないんだけど。メリアなんや。みんなが気になるかなって。あ、そんな顔しないで。結構気楽なんだよこれ。食べ過ぎとかもう気にする必要ないし。そっか。そういうものか。この体、胸のパーツからのエネルギーで動いてたんだけど、 あれもモナドだったんだね。はい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 。不思議な気分。あそれでディクソンさんめっちゃ見てたのか。ザンザに奪われたのではないか。ではどうなるのだその体。しばらくは大丈夫。溜め込まれたエネルギーがまだ残ってるから。しばらく。いやダメだよ。ダメだって。いなくなったら、それを言われるメリア。ダメだよ。どう答えればよいというのだ。ごめん。ごめんね。ダメだって。お前が謝ることではない。そうだね。じゃあ。ありがとう。メリア壊れちゃうよ。シルクが起きたら言わなくていいのか。あーもうちょっとみたいなこと、うん、あいつ気を使いすぎちゃうし、あいつみたいなちょっと距離の近さ。そうだな、そういうやつだったな。私ね本当はもう死んでるんだ。鬼神兵に襲われた時。あーもう一度死んだ命みたいなことか。今は幸せなの。どんな体でも生きていられるだけ。
一回死んだ人じゃないと分かんないよな、その重み。わずかな間かもしれないけど、シルクのそばにいられるんだから。わずかな間って言わないで。好きなのか、メリア。だから私は戦う、シルクの力になるため。最初もそうだったもんな、フィオル。シルク守るために死んだんだもんな。さあ帰ろう、みんなを心配させちゃう。ああそうだな。ねえメリア、さっきの話みんなには内緒にしてくれる？心配はさせたくないということか。強がりだな。かもしれない。でも時が来たら自分で話すから。メオル、分かった。メリアが渡せようのか、この秘密を。もう これは叶わないな。ここでさらに実感するのか、メリア。この警報は？何？何の音？フィオル、急いで戻るぞ。大丈夫？大丈夫これ？パーティーレバー、いや行こう。ちょっと待って、これってさ、これって最終回近くなったりしてないよね？大丈夫、今日中に行くってことは絶対ないよね、さすがに。どのくらいまで進めたらいいや。あとどれぐらい かかるやろ。あと30分で終わるとかやったらもう今日中にやっちゃうけど、さすがに30分はないよな。まだ大丈夫、 OK。 まだ OK、 まだ大丈夫、 OK。 区切りのいいところある、 OK。 よし、終盤の序盤ぐらい分かりやすい。なるほどね。さすがに次か次次回か、そんなかかるか。まあいい。こっからそんなにボリュームあるんだ、すごいな。次でも終われんかもくらいなんだ。オッケー、さあもうちょっとやろう。そうバイクラコラボがあるから17時までには切り上げたい多さはあるけど、もうちょっとやろう。気になる、ちょっとダメだ、気になる。やろう。この警報、まさか。デレシアの大軍が攻めてきたぞ。いや、キジャオジュジュがフラグ立てるからさ。私も行く。ヒヨルはシルク。ジュジュがさ、ここで戦わないでどうするの？それでもしみんなを守れなかったら、シルクが起きた時なんて言えばいいの？ヒヨル、そなた。メリアとフィオルの絆あげといてよかった。来ちゃったな。すっごい数だもん。そんな声やったっけ、リキ。あれ、リキってそんな声やった？生きていやがったのか、ディクソン。そうよ。もう勘弁してくれ、ディクソンさん。あのハイエンターのアンちゃんは無駄死にだったってわけさ。そう睨むなよ。なに、いずれ合わせてやるぜ。ザンザ様に帰りさえすりゃ、そのうち生まれ変われるかもな。ひょっとすると今度は恋人同士か。貴様、兄上を愚弄するか。もうほんときつい。ビクソンさんめっちゃ好きだっただけですげえきつい。僕が決める。ザンザやメイナスは、来てる。自身の存続のために自らが生み出した生命をより知ろうとし、新たな肉体を得なければならない。そうだね、うん、魂だけでは永遠に存在することはできないんだ。あ、そう、この世界の全ては彼らが存続するために生み出されたもの。なるほどね、そういう考え方か。自らが生み出した存在であるがゆえ、それらの思考や行動、未来の姿は彼らの手中にある。それが因果律でありビジョンなんだ。あ、ザンザの思惑通りに人は生き、そして死ぬ。でエネルギーになるってことだよね。彼の世界を存続させるために
僕らの滅びは最初から決まっていた。そうだることだって。僕らのしてきたことは全て無意味だったんだ。果たしてそうかな。え、君をより知るとし、復活を果たしたのは彼の思惑通りだった。そうだ、その後は分かんないみたいなこと言ってたよね。メイナスからモナドを奪い、アルビス世界の全てを意のままにする。リクソーが言った後、これもそうだ。なのになぜ今更ザンザは君たちを滅ぼそうとする。そんなことをする必要がどこにある。変わる可能性があるから。そうしなければならないんだよ。彼はもしかしたら未来を変えられてるかしまうかもしれないから。僕らの存在が邪魔ってこと。邪魔ってことはそういうことだよね。だ脅威なのさ。そうだよね。因果の流れの外にある存在が、ザンザやメイナスが生み出した生命は長き年月の果て流れの外に出ようとしている。はあ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 。それは彼らの滅びを意味している。手の内から外れてきてるってことか。メイナスはそれを受け入れ、だからこそ託したんだ、この世界の未来を君たちに。君はビジョンによって変わるかもしれないからって。因果率を書き換えてきた。それも手の内じゃなかった。それは違うの。本来死ぬはずであった人たちの命を救ってきた。確かにそうだ。ザンザが見せてるんだったら本当はそうなるべきだったんだ。でもそれを変えてるんだ。確かに今まで救えない命もあったよ。あ、そういうことか。完璧なものなんて存在しやしない。それは悲しいことではあるけれど、そこから学び新たな一歩を踏み出すこともできる。ザンザのではなく君たち自身の足で、ね、そう、それは紛れもなくシルク自身だよ。シルク足で。さあどうする、シルク。ザンザに定められた道を歩くのか、それとも君たちの足で新たな道を歩くのか。アルビエス、お前。モナドはその歩み先に待っているよ。アルビース、お前は何なんだ。そんなこと最初から決まってるさ、シルク。定められた道を歩くつもりならこんなところまで来やしない。そうだよな。未来なんか見えなくてもわずかな可能性があるなら、うん、僕は歩きたい。歩こう。これからも自分の足で。シルク自身が歩こう。きっとフィオルンもラインもダンバンさんもカルナも満足気に笑ってやがる。みんな同じだと思う。うん、そうならば踏み越えなければならない。つかもうぜ未来。未来に向かって歩くために。アルビース、前は何なんだ。君はアルビース、もう分かっているはずさ。僕が何者か。分かんない分かんない。そして分かんない分かんない。君が何をなすべきか分かんない。おい、日本はちゃんと明言しろ。わかんねえわかんねえ。いや、お前わかってないね。アルビウスが何かなのかだけわからんねだから私が最初に言ってた説だから、モナドの中の人って言ってたじゃん。シルクのモナドの中の人なんじゃない。わかんないな。だから君のモナドを見つけろってずっと言ってたじゃん。シルクのモナド、なんかみんながずっとモナドは一つじゃないってずっと言ってたんだよな。お前本当にモナドの中の人なのかな。わかんねえけど。カロニーシックスを守るんだもん。そうよ。やっぱり残白砲だったのかな。行くぞ。テリシアを排除する。いや、排除するか。これどうだどうだこれ。あ、ちょっと女の子パーティー、女の子パーティーで行ってみ。ちょっといい匂いしそう。これで行こう。セイロテレシア。あ、これミスったな。ミスっちゃった。いや、とりあえずちょこいつから倒そうか。はい、はい、はい、こいつブワーってやって、あ、パークからベルトから出るのか。なるほどね。あんま入んねえ。こいつ、こいつにしてる。あー、なんかこれロックオン入って、あー、ロックオンされてる。ロックオンっていうか固定されてるな。こいつじゃなくて、いや、他のやつ倒したいんだけど他のやつにターゲット変えれねえ。
変えれない標的を。あいつに注目させられとる。ほら近く行くか。はいはいはい言葉にして確認しようとするな。私たちいい雰囲気だよねっていうのやめろ。ちょっとギスってるみたいに感じるだろうが。いたあーちょこれやばいみんな起きてーみんな起きてー。あーナイス、みんなめっちゃテンション下がってる。あー気絶してる。あ励ます。どこにいる。あいたカルナ。そうこいつから倒したさあるな私に。あナイス。またみんな気絶させられてるよ。オッケー気絶解除してくんない。あオッケー。こいつから倒したいんだけどダメ。あーまたこいつ励ますこいつから倒そう。励ます。キオル励ます。オッケー。こいつから倒そう。テンションがなかなか上がらんな。励ます。はい、とどろくイカズチよ。まずこいつから倒してザコから倒そうぜ。ちゃんとさっきまでのあれに比べたら。はい、オッケー、いける倒した。あ次もこいついけるじゃん。いけるはいナイス。戦ってるみんな。リキいいぞ頑張ってる。おお何それかっけえ。あメリアが守ってくれるんだ。あっジュジュちゃんと戦ってるじゃん。やらせんじゃん。おーライン。モナドだって冗談。ザンザにもらった力なんて願い下げだぜ。強がり言えるうちはまだまだ大丈夫ね。強がってないって。ラインの言う通りだ。俺たちは頼りすぎていたのかもしれん。モナドやシルク。確かにそうかもしれんって今痛感してるわ。この戦闘で巨神と戦うって決めたんだもの。私たちの力でやるの。巨神界に住む者が巨神と戦うことを決めるっていうのがな、全く変わってるよな。頑張るね。まあこの程度でくたばるようなら俺の相手をする資格はない。俺の相手をする資格。え何いつ何。いやそうだよね、ディクソンさんと戦うタイミング来るよな。そうだよな。大丈夫か。あダイ無理しやがってる。いやみんなよフィオルン。みんなよ平気よ。大丈夫か。まだいける。いや無理しちゃダメ。認めちまえよ。もう限界です。知ってるよな。そりゃ敵型のお前は知ってるような。モナドないからきついって。みんな大恐竜たくさん来たもん。どうすんのこれ。全てがザンザの思い描いたと。やだよ。そうかもしれん。だがそうならばこの心は意志はなぜザンザの思い通りになっていない。そうだよ。どれほど大きな力で押しつぶそうと俺たちの手で掴み取れる未来はあるはずだ。ダンバンさんここに自分でたどり着けるのがすごいな。ダンバンさんやっぱこれがお前らの。いや帰るね。シルク。シルク起きたんか。うわシルク起きたんか。小僧生きて。抜け殻じゃねえぞシルクは。消し飛ばせ。ちょっ
ちゃんと生きてたんだシルクは。モナドがなくても戦えるんや。何？あ、でもモナド、いや、お前のモナドなのか。いや、モナドじゃないのかな、言うて。わからん。これはモナドと呼ぶのか。シルク、おかえり。ただいま。あら、こそ今何をしやがった。自分のモナドを見つけたの か, か俺の力は。ディクソンさん。ようこそ。最後の授業始めるとするか。ディクソンさん、見せてみろや。お前にザンザ様に抗う力があるのなら、この俺に。入れたい。これはちょっと因縁のある人入れたいな。シルク、ダンバー、ちょっとカルナはちょっと入っといてもろて。あー、戦うんだ。乗ってる？いる？ディクソンさんおる？これディクソンさんいるか？これ賢読みしてる。待って、でもまだまだ溜まってない、まだ溜まってないんだけど、これどうやって溜めるんやったっけ。溜まってないよ、まだまだ溜まってない、溜まらない、溜まらないよ。他に食べるやつおらんか。たまらん。あ、バトルソウル、え、いた。バトルソウル、あー、たまった。これで、はっ、ほい、みんな励ます、励ます、カルナも励ます。カルナ逃げるな、カルナ逃げるな、励ます。よし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 、痛い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 、もう励ます励ます励ます、ちょ、励ましたいなら励ます。オッケーオッケーオッケー、しっかりしてください、ダンバーさん。よし、油断は、よし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 、私のテンションがガタ落ちしとる。シルク、あー、よしよしよし、ありがとう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 。いや、溜まってないのよ、今溜まってないんだよな、今溜まってないんだよな。ね、確かにモナドアーツ使えるんだよな、今使えるんだよこれ。たまれ、たまった、待って、俺たまった、あ、オッケー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 、危ねー。モナドの力なのか。よしよしよし、え、これ今みんな今テレッシアダメージ入ってる、思考読みしてない。はい、やるか、やっとこう。よし、ちょうどいいところに離陸してくれた。バックスラッシュ、やっぱモナドアーツ使えるってことはただのレプリカじゃなくて自分のモナドを見つけたんじゃないのか、主力。やっぱり、はいはい、はい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 、いいぞ、はい、あ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 、おお、うおー、殴れ。よしよしよし、まあいい、まあいい、オッケー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 、いいぞ、悪くね、勝てる勝てる。な、ディクソンさんおらんのやけど。あの小僧、やはりこっちの動きを読んでいやがる。どういうわけだ。やっぱ読んでんだ。まさか、これが俺のモナドだ。お前その力見えたんだ、未来が。モナドはないけど、僕の内から湧いてくるんだ力が。よっしゃ、モナドはただの形、そうと分かれば怖いもんはないぜ。武器じゃないのか。面白くもねえ、武器は関係ねえんだもん。 いつまでそっちにいるんだよ。え、俺だけに押し付けるってのは納得いかねえな。ちょっと待って、アルビース、いや、もうほら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 、アルビース、アルビース、お前はさ、お前まさか味方じゃなかったの。 そいつはザンザ様の使徒、三世の一人よ。やっぱそうじゃねえか、ルビース。嘘でしょ、あなたまでもあいつの仲間だ。助けてくれたで、でもルビース、助けてくれたよ。あなたが今まで高級に仕えていたのはこのためだったのか。おい、なんとか言えよ。アルビース、シュルク、いいんだ。あ、彼が何者であろうと僕らのなすべきことは変わらない。シュルク、お前強くなったな。アルビース、
そう、その通りだ。だって教えてくれたのはアルミースなんだもん。君たちは越えなくてはならない。その足で。あのテレシアミース、やはりお前はザンダの手先なのか。戦うしかないのに。あ、容赦はせんぞ。でもなんか違うような感じする。君たちに生き抗う意志があるのなら。希望を持たせた後に賛成でしたってな。372レベルになっとる。そう、アルビースだけはなんか様子は違うとは思うんだよな。違うのか。アルビース、お前はなんで助けてくれるんだ。ありがとう、みんなの気持ちが伝わってきたよ。ソニーテレッシア、わからん。ずっと試してた。アルミスは試してる感はあるよな。ずっとヒントがくれて。元気を出すんだ。ありがとう。なんか違うんだよな。みんなの力を一つに。あ、溜まってへんやんけ。どうしたん。だから油断は禁物。ごめん、私の責任だ。そんなに落ち込まんといて、そんな落ち込まんといて。1回のミスでミスったかどうかも知らんけど。チャンス、たまれ。よし来た、いけー。はい、ほらほら、いけ。うわー、今カルナ何。あー、クールダウン中か。今多分タイミング悪かった。すまんカルナ、今タイミング悪かった。さあもう切っちゃおう。ほら、ね、こういうことした後にビジョンが来たりするんだよな、調子乗ってるとな。あ、いける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 。あー、よし。どうだこの野郎、これでてめえらの手駒はなくなったぜ。敵として敵対するのつらい。あ、ライン。え、あ、うお、小僧、見えるのか。やっぱ君たちの抗う意志見届けた。あ、アルビス、そろそろ決めないかい。え、この世界が君たちのものなのか、うん、ザンザのものなのか。いいよね。もともとそういうスタンスなのかな、アルビースは。ザンザ様はなんて言うかな。彼も望んでいるさ。え、そう、彼は見ているからね。彼のビジョンで。あ、そっか、ビジョンがあるのか、ザンザ。そういうことなら。どこ行く。分かっているよね。分かんない。シルク、君なら。え、見てる。久しぶりに見たな、ビジョン。何あれ。ああ、行くぞ。あれって必ずディクソンさんじゃないの。ザンザの後ろにいたディクソンじゃないの。簡単にはたどり着かせないぜ。ええ、僕も簡単だなんて思ってやしません。言うようになったじゃねえか。楽しみにしてるぜ。いや、もうちっちゃい頃からの付き合いだからさ、そういうセリフがいちいち刺さるんだよな。どうしたの、デクソンさん。震えている。え、俺がシルクの小僧に震えている。武者震いとかじゃなくて。面白い、俺がブルチマウヒが来るなんてよ。一旦は退けられたのか。いや、でもよかった、目覚めたシルク。あら、アルビースは行く末を楽しむ系の神なんか。神じゃないけど、あれなのか。ああ、外の風に当たってくると言ってたな。近くにいると思うんだが。わかりました、僕探してきます。エリアの視線がつらい。
いやしんどいんだよね多分。フィオルン、そうだよね。フィオルン、ここにいたのか。あ、スルク、どうしたの。ううん、なんでもない。静かだね。え、そうだ。ついさっきまでテレシアの襲撃を受けていただなんて信じられないくらい。確かに。ザンザは僕らとの決着を望んでいる。自分が見たビジョンを現実のものとするためにね。この静けさは一時のものに過ぎない。誰も知らないけど、メディアだけ知ってるっていうのがな。私たちをこの世界から排除するために。そんなことは絶対にさせない。シンプル、わかりやすいよな。どっちのものの世界かっていうのは。殴り合いでいけるやん。僕らを縛る運命、私らで戦えば。アルビース、なぜあんなことを言ったのかしら。わかんないんだよな、アルビース。この世界が私たちのものなのか、ザンザのものなのか決めよう。そうだよね。普通はもう俺たちのものだ、だもんな。なぜ彼はザンザについたの。彼は力が欲しいの。自分だけ生き延びたいの。どうかな。そんな単純な動機じゃないんじゃないかな。アルビースには何か考えがあるように僕は思う。教えられてるしな、いろいろ。でなければなぜあんなにも夢の中で僕に語りかけてくれていたのか説明がつかない。そうだな。夢の中でスルクに。それを確かめるためにも僕は行かなくちゃならない。ザンザンのところへ。うん、私もメイナスから託された思いを果たさなきゃ。そうだな。ねえシルク。ああ、私に何か用があるんじゃなかったの。心配だから来たんじゃないの。わかんない。リナーダさんがフィオルンのことを探してたんだ。リナーダさんは気づいたりするのかな。ジャンクスに戻ろうか。そっか。ごめん、シルクは先に戻ってて。私は後でリナーダさんのところに行くから。知られたくないのんだな。そうだよね。もう少しここにいたいんだ。わかった。そっか、わかったよ。じゃあ先に行ってるね。うん、ありがとう。うーん、参ったな。リナーダさんのところに行ったらこの体のことだよな。リナーダさんは気づくよな。うまくごまかす理由を考えなきゃ。リナーダさんはごまかせないんじゃない。シルクと一緒にいさせて。いやちょっと待って、いやこれ、いやダメだよギオルン。これで死んだらダメだよ。ザンザは巨神の体内にいる。あ、間違いないと思う。ビジョンで見たもんな。そこにディクソンもいるんだな。はい、おそらくアルビースも。みんないるんだけどよ、あいつらのとこへどうやったら。巨神の体内か。巨神の体内ってことはでっかい穴でも掘らなきゃたどり着けねえよ。一回行ったやん。マスト、レベルで行けんのかな。おじいになっちゃうだもん。ならない、ならない。実はその件なんだがな。はい。わしらの調べで巨神胸部に体内に通じる大きな穴が開いておることが分かったのだ。なんで。エギルが最後に放った一撃でうなたれた傷だよ。エギル、それじゃ。巨神界連合軍がテレシアを迎え撃っている間にお前たちは巨神胸部の傷口から体内へ乗り込み、分かった、ザンザを撃つ。ジャンクスで出撃する準備が整い次第父様に伝えてください。わかりました。やってやろうじゃねえか。負けないもん。エギル最後までかっけー。俺たちの生き地神様にも見せつけてやらないと。今日エギル倒しに行くつもりだったのに。私が晴らす。こんなことになるなんて。償わせてやりましょう。そうだ、なあ行こう。巨神胸部。そしてシルクに呼びかけるのはフィオルン。ザンザの呪縛から解放するために。そうだ、あー、さあここかな。一旦区切るところはクエストとかもあるな。さてどこ行けて、どこ行けないんだ。赤モートってどうなったの？わ、いけるな。あ、赤モートいけるんだ。え、これ生き残、できない、いけないんだ。ハイエンターボスはいける。
エルト海は？あ、エルト海も行ける。エルト海行けるけど赤門と行けないんか。あ、キズナグラム。残ってる。ルルちゃんってあれじゃんか、まだちっちゃい子供だよ。あの待ってたパパの帰り待ってた子だ。死んじゃったんだ。生きてはほとんど死んじゃってるな。純潔だったのか、この人たちは。あー、つらー。一応エルト海から行けるんだ。スキップトラベルできない。そう、センターゲートから行けないかな。悲しい。から行けるかな。 これって赤本行きだっけ。こんな BGM だっけ。あ、赤本だ。あ、視野になってる。みんないなくなってる。強っ。死んでないのか。視野になってるんだ。とかコロニー6に一回帰っとくか。あー、ということで、とりあえず今日怒涛の展開だったゼノブレード。ちょっと今日は本当にエギル倒してさ、エギル倒しに行こうっつってたのに、エギルがエギルと最終的に手を取り合ってエギル死んじゃって、巨神界のために戦ってたと思ったら巨神と戦うっていうことになっちゃったですけど、とりあえず、続きは明後日の土曜日になりまして、18時からはリツキン先輩と、デロン先輩とアマミャとマイクラで夏祭りの準備をする配信がありますので、それから21時からは二次三次アベンジャーズ祭りでマイティーソーボを視聴する、同時視聴しますので、そちらの方もよろしくお願いします。チャンネル登録、ツイッターフォロー、高評価ボタンよろしくお願いしますということで、お疲れ様でした